皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは。今回は2007年7月26日にアイレムソフトウェアエンジニアリングより発売されたパチパラ14、前回プレイしたパチパラ13の続編です。またパチパラやるの？そうだ、プレイスタイルは前作同様。お目指します。それと前回にも増して汚くする予定ですので、のんけの方は帰ってどうぞ。それと今回はいろいろミニゲームも増えているので、それらも楽しみながらプレイしたいと思います。あ、今回パチパラは行きだけど汚いのはちょっとという方のために、村瀬京子編はいつもと違う作り方をするらしいっすよ。まあこの動画はほぼ御用達でしょうし、誰得だとは思いますけど、ゲームとさないが実況するらしいっすよ。まあ今回もパチパラの面白さをおかしな形で見せたいと思いますので、暇な時に思い出したら見てくれると嬉しいぜ。三浦千夏、劇団員をしてるの。この戦いを勝ち上がったマチコが天空町予選の勝者との決勝戦に進出します。それではパチンコバトルロイヤル始め。いよいよ始まるぜ。楽しみにょん。さてと、村瀬編は霊夢と早苗がやるって言ってたから、私たちは椎名編だな。今回名前ゆっくりにしないの？なんか前回あんまりしっくりこなかったから、今回はデフォルトネームにしようぜ。続いて髪型ですけど、一番最初はシンプルにしましょう。今回はどんなシンコスが出るのか楽しみにょん。はい、よろしく。学生です。18歳の春、高校の卒業式で進路が決まらず途方に暮れていた俺は、クラスメイトにパチンコ勝負を頼まれて、何それ、パチプロの世界に足を踏み入れた。そうね。それから今では人々から、今回は最初からパチプロなのか。なんでホモギ男優がメインだよ。こっちの事情も考えてよ。若月ハンターと呼ばれる。パチプロになった俺はある日、赤いスーツを着た女性から、君がご覧だ、パチンコ勝負を依頼された。勝負の報酬は50万玉。30分で5万。勝負は相手依頼主からの要望で、天狗のお面で顔を隠し、そして勝負は俺の圧勝で終わったはずだった。逃がすな、八百長だ。責任者を呼べ。さあ、こっちよ。一体いくらかけてると思ってるんだ、この下手くそ。何をしてるんです、早く捕まえなさい。そっちに行ったぞ、追い詰めろ。しつこい連中ね。あなたはここから逃げなさい。さあ、早く。行きますよ、行きますよ、行く。うわあ！暴れる、暴れる。
よかった、気がついたのね。なんせお前ですか。こんなんじゃ勝利になんないよ。起き上がって大丈夫？ボロボロじゃねえかよ。あまり無理するなよ。怪我はないか？ないです。ほほう、さすがキュアイレム。怖かったよ。ちょっとやめてよ。大丈夫？あなた、そこの浅瀬に倒れていたのよ。あん、ここどっかで見たことあるな。びっくりしたわ。あなた、私たちが見つけたときは息をしていなかったのよ。この子があなたのことを助けたのよ。ほほう。あ、転倒の選択肢があります。選ばざるを得まい。そんなことより、お腹が減ったよ。助けてあげたのに、そんなことって何よ。転倒の選択肢をしていとか、お前コナミの社員じゃあるまいな。それだけ元気なら、もう大丈夫そうだな。確か、稽古場におにぎりがあったはずよ。後で食べさせてあげる。おにぎり。でも、どうしてこんなところに倒れていたの？溺れて流れ着いたようには見えなかったわ。船が難破して、港町アデンに流れ着いたんだ。あなた、その仮面をつけて倒れていたのよ。一体何があったの？とりあえずそこの兄ちゃん、そこにガーゴイル座りしてみろ。悪いと思うならやってみろよ。食い逃げをして、おばちゃんに川に捨てられたんだ。そうなの？食い逃げはダメだけど、川に捨てるなんてやりすぎじゃないかしら。でも、その仮面は？天狗のお面に見えるけど。おい、そろそろお稽古始めるぞ。稽古だって。はーい。さあ、戻りましょう。話の続きはまた後でね。あなた、大丈夫？夏とはいえ、そのままじゃ風邪をひくわ。私が稽古場まで案内します。シャワーを使わせてあげていいですよね。ええ、それじゃあ千夏、お願いね。立てる？稽古場にシャワーがあるの。私についてきて。やっぱりここ、前作のつかない町じゃないのかな。どこから流されたかはわからないが、すべてを失った感じだな。前作であれだけ稼いだ玉もすべてなくなってるにょん。まどかマギカは勝てないとあれほど言ったのに。畜生、前作のデータを引き継いでプレイできると思ったのに。前作のエンディング後から2年後の世界みたいにょん。みんな元気にしているのかな。兄ちゃんなかなかいい体してんじゃねえか。サムソンビデオに出演しよう。おや、あそこの建物ってひょっとして浅野さんの養鶏場。どうなっているのかな。シャワーか。シャワーじゃあのネタできないんですけど、湯船ないんですかね。うん、なかなかいいおっぱいしてんじゃねえか。さっきからセミ君が迫真の演技しているので、今回は夏が舞台なのかな。あの姉ちゃん、シャワーを浴びてこいってことは、不思議。着替え、ここに置いておくね。おい、ちょっといいか。あ、黒服さんにょん。は
はい、何ですか？人を探してるんだ。この辺りで怪しいやつを見なかったか？怪しい人ですか？そいつには大事な約束を破った責任を取ってもらわないといけなくてな。おそらく仮面をつけていたと思うんだが、何か知らないか？もしかしてこの黒服の人、少年ライダー隊の青年部の人なのかな？そのネタ、知ってるか？何を笑ってる？ごめんなさい、仮面をした人だなんて想像したらおかしくて。中に誰かいるのか？やばいぜ。千夏、ケイスケはまだシャワー使ってるのか？あ、タカシ君。ロイヤルタカシ。そのネタ誰にもわからない。中に誰が入っているか知ってるのか？うちの劇団員のケイスケですよ。その子の弟なんです。はい、そうなんです。仮面をした人を探してるんですか？確かパチンコ屋の前で見かけたような。ナイス。何？本当か？案内しろ。ええ、いいですよ。ねえ、急いで出てきて。また戻ってくるかもしれないわ。さっきの河原で待ってるわ。しばらく向こうで隠れていましょう。なんだか今回は前作よりヤバそうな雰囲気だな。やっぱり捕まったら近行きになっちゃうのかな。今作は波乱の予感がするぜ。それではまたお会いできる日を楽しみに。うおーし、こっちも再会だぜ。そんなことよりお腹が空いたもん。河原でさっきの姉ちゃんが待ってるんじゃなかったか？かき割り。舞台の専門用語で、背景を作るものらしいです。なんじゃこいつ。出ました。旧アイレム名物、露骨な道塞ぎ。なるほど、おじさんに虐待されたんですね。ひでえな。まあとにかく、さっきの姉ちゃんのところへ行ってみようぜ。前作のエンディング後から約2年、この街もあんまり変わってないみたいよん。使い回しだと思うんすけど、海物語もそんな感じだからしょうがないね。なるほど、それにしてもどこにいるんだ、さっきの姉ちゃん。いました。もう少しで見つかるところだったけど、たかしくんが来てくれて助かったね。なかなかいいおっぱいしてるじゃねえか。さっきの黒いスーツの人なんていうか、仮面をした人ってあなたのことよね。通りすがりのライダーマンにょん。なんか違うね。何か事情があるのね。私には話しにくいこと？プロ野球選手なんですけど、昔小麦でランニングやってたことは内緒です。気持ちいい。なんだ、下道選択肢がねえな。とりあえず姉ちゃん、話せば君に迷惑をかけるかもしれないんだ。わかった、事情は聞かないでおくね。誰にでも人に話したくないことがあるもの。しばらくその陰に隠れていましょう。ここなら見つからないと思うわ。そうだな。お腹が空いてるのね。ちょうどよかった、おにぎりを持ってきたの。一緒に食べよう。やったもん。ほほう、前作の塩おにぎりと違い、全部グエリじゃねえかよ。私、お腹が減って死にそうよん。
いただきます。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。もぐもぐ、もぐもぐ。うん、美味しい。やっぱ中野くんの料理は最高やな。ああ、美味しかった。おにぎりはゆゆこ様の大好物。そうだ、まだ名前を言ってなかったね。私、三浦千夏、劇団員をしてるの。さっきのシャワー室があった建物が私たち劇団朝顔の稽古場なんだ。じゃあやっぱり朝野さんは。あなたの名前は。ああ、事情は聞かない約束だったね。でも今のままだと呼びにくいし。そうだ、私が名前をつけてあげる。芸名みたいで面白いでしょ。芸名は田所です。そうね、大川流れはどうかしら。あなたにぴったりだと思うわ。それって長谷部義明のことじゃないのか。殺したのはこいつです。他の名前にしてくれないか。気に入らなかった？それじゃあ、そうね、星光はどうかしら。芸名らしくていいんじゃないかしら。星だって。皆さんさようなら。そのネタ誰にもわからない。星さんの激うまギャグなのに。他にも候補があるのか。やっぱり最後はゲレゲレなのかな。他の名前にしてくれないか。気に入らなかった？それじゃあ、そうね、小金沢新右衛門はどうかしら。渋くてかっこいいでしょ。新右衛門って確か森明夫さんのご先祖様だっけ。確か。わかりづらいわ。他の名前にしてくれないか。気に入らなかった？それじゃあ、そうね、ロドリゴ・ロペスはどうかしら。ちょっとやりすぎかな。ロドリゴ・デトリアーノ。ノーコメント。他の名前にしてくれないか。気に入らなかった？それじゃあ、もうめんどくさいし。じゃあ大川は流れでいいわね。あなたにぴったりじゃない。何言ってんじゃねえかよ。他の名前にしてくれないか。ちょっと、何が気に入らないの。いい加減決めてよ。気が強そうだな、千夏は。桜子とは違うタイプみたいっすね。じゃあ、星光でいいわね。芸名らしくていいじゃない。これでいいんじゃないのか。星くんなら安室隊員のネタもやれるかもしれないもん。いいね、気に入ったよ。よかった。それじゃあよろしくね、星さん。その服、あなたにはちょっと小さかったかしら。ほほう、ようやく下道選択肢が出たぜ。小さいしセンスは悪いし、踏んだり蹴ったりだよ。それだ。そこまで言うことないでしょ。私の弟の服なのよ。弟だって。私の弟も朝顔の劇団員をしてるの。だけど最近変なこと言い出して困ってるのよね。変なこと？最近変なセリフしか出てこないゲームやってるんですけど、黄昏の王道っていう。千夏、どこだい。あ、たかし君が戻ってきたみたい。ロイヤルたかし君よん。たかし君、さっきの人は？しばらくパチンコ屋の周りを探していたけど、もうこっちには戻ってきてないと思うよ。一応君のことは黙っておいてあげたよ。厄介ごとに巻き込まれるのは嫌だからね。ロイヤルたかし君を友の道に引きずり込んでやろうにょん。本当に余計なことを言わなかったんだろうな。殴り深いやつだな。心配しなくても何も喋ってないさ。そうだ、千夏、圭介がまだ稽古に来てないんだ。わかった、ちょっと探してくる。どこにいるか見当はつくから。
ごめんなさい、私行かないと。この後用事がないなら少し街の中を回ってみたら。それじゃあね、星さん。だそうです。やることもないし、適当に街を散策してみるかな。風船か。取ってあげることってできるのかな。じゃあ、風船を取りに行ってやるか。なんかまた面白い選択肢があるよん。人生の厳しさを教えてあげました。くそ、別人じゃねえか。どこへ行きやがったんだ、仮面野郎は。さっきの黒服だぜ。なんとかやり過ごせたけど、なんで追われてるのかな。もしかしてあの面、旗の心のものだったのかも。それよりも見ろ、あそこにお宝があるぜ。どうせまたタイトル素材でしょ。そんなクソアイテムほっとこうにょん。そういえばここって、前作にはなかったよな。多分スーパーワンより早いよ、オスガキ。鏡の使い方は、前作と同じか。赤の他人の家の鏡でキスの練習とか、これが平常運転ですからね、このゲーム。暴れんなよ、暴れんなよ。どっちに行くんだよ、左だよ、左。どういう意味だっすね。そもそも前作で桜子ママとか大島のクソホモとかとキスしてますから、練習必要ないんじゃないっすかね。まあこのゲームは、前作知らなくても楽しめるからな。おや、あそこは確か。渡辺里子さんのおうちみょん。里子の姉ちゃん、いるのかな。里子さんお久しぶりみょん。あのエロい声また聞かせてくれよな、頼むよ。残念ですけど、今回は彼女候補じゃありません。プロにはなれたのかな。まあ歌が上手くてもなぜか売れない歌手って言いますけどね。まあ大したことではないけどね。島ひろ子さんは永遠の歌姫です。元気そうで何よりだぜ。里子の姉ちゃんも元気ってことは、あいつも元気なのかな。入ってみようみょん。ユータ、久しぶりだな、さくら子。前作ではいろいろお世話になったにょん。27玉でこき使われたり、クルアを次元戦闘機に魔改造されたり。どうして俺の名前を知っているんだ。え、私のこと忘れたの。ちょっとおっぱいも混ぜてみろ。そうすれば思い出す。覚えてるよ。相変わらずの豊富な選択肢にょん。あんなに悲惨な目に遭った人を忘れるわけないよ。そんな風に覚えられていたんだ、私。西崎かなの方が不幸ってそれ一番言われてるから。ところで、今は何をしているの。学生です。まさかまだパチプロを続けているの。なんじゃこの豊富な選択肢。一番上と下以外全部嘘です。昔はホモ男優、今は石川ミリオンスターズでプロを目指す若者を育成しています。
や、今はジョッキーをしているんだ。よしとみしねえ。そのネタ誰にもわからない。ジョッキー？ジョッキーって競走馬に乗っている人のことでしょ？熱湯コマーシャル。ノーコメント。この町のどこかに馬に乗れるような場所なんてあったかな。今年はビーチャーズブルックを超えることが目標ですにょん。私は相変わらずここで自動車の修理をしているんだ。お父さんが残してくれた工場だもん。頑張らなくちゃね。あん、前作だと工場って言ってたのに。じゃあ私そろそろ仕事に戻るわ。今日は会えて嬉しかった。もちろん今作も彼女候補です。エンディング後にでもやりましょうかね。自転車だってあれくれたんじゃなかったのかよ。そういえば使ってとは言ってたけど、あげるとは言ってなかったにょん。あん、もちろんサドルも外されているみたいですね。桜子、今度お前にサドルでゴンしてやんよ。なんでだ。またあの旧アイレムガードでしょ。どうせチャリか。今作もやっぱりものすごいクルアを開発するみたいですよ。今作は利用しまくってやるからな。しかし、矢原町には行けないって、どんな旧アイレムガードなんだ。前作は確か、タンクローリーがひっくり返ってましたよね。カモだって。お前はすでに、当たっているカモ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 、カモシカ。そのネタ誰にもわからない。どうやら警官は、が苦手みたいです。あ、そう。どれ、久しぶりにパチンコ屋にでも行ってみるかな。坊主。じゃあおじちゃん、岡山の県北にでも行ってくれば。なんじゃこの長渕かぶれは。意外に長渕剛のパチンコって出そうで出ないっすね。まあ私はやりませんけど。おお、開いてんじゃん。ホラーパチンコって富士将棋専門店になったのかなここ。おいおい、それで土下座のつもりか。ほら、もっと頭を下げな。なんだホモビの撮影か。しくしょう。これでもう気は済んだでしょ。千夏がいるにょん。さあケイスケ帰るのよ。こいつがケイスケか。おっと、何てやん、掛け金の10万玉をまだもらってねえぜ。10万玉？そんな大金払えるわけないでしょ。どうしてそんな無茶な約束したのよ。8192の奇跡引けばなんとかなるかも。そうさ、10万玉なんてどうせ払えないし、土下座までしてやってるんだ、十分だろ。あんた何にも分かってないわ。パチプロはそんな甘い連中じゃないのよ。いて、許してください。この子何も知らなくて軽い気持ちで勝負しちゃったんです。謝って許してもらえると思ってんのか。お、ふざけてんじゃねえぞ。あれ、この人どっかで見たことあるにょん。そんなこの展開はひょっとして。払えねって言うんなら仕方ねえ。お嬢ちゃんに体張って稼いでもらうまでさ。
ケイスケ、お前もホモギに出演するんだぞ。何すんだよ。話して。なんか前作よりヤバくなってねえか。今作も下道を突っ走ってやるにょん。そりゃいいや。てめえ、何を言ってやがる。あ、星さん。誰だてめえは。このお嬢ちゃんの知り合いか。彼女は俺の女だ。え、姉ちゃんの彼氏。ちょっと、いい加減なこと言わないでよ。俺だってこんな手荒な真似はしたくねえが、金を払えねってんなら容赦はしねえ。やっぱりホモギかな。なんならこいつらの代わりに兄さんが10万玉払ってくれてもいいんだぜ。ねえよそんな玉。何言ってるの。彼は関係ないでしょ。ちっ、うるせえ女だな。チンコでも加えてろきます。おい、そこのロッカーに放り込んどきな。リチャッパコはどんどん閉まっちゃうからね。しゃあ、出しやがれ。助けて、星さん。もし兄さんまで金を払えねえって言うなら、この兄弟には体張って稼いでもらわねえと。なんなら兄さんがパチンコ勝負で俺に勝てたらチャラにしてやってもいい。またそういう展開か。もっとも俺が勝ったら身ぐるみ履いて土下座させてやるから覚悟しろよ。それはそれで面白そうにょん。誰か助けてください。私だけでも助けてくれ。誰も助けやしねえぞ。これ少ないですけど。おう、じゃあ遠慮なくいただくとするが。一玉も持ってねえじゃねえか。ふざけやがってこの俺をバカにしてんのか。勝負するしかないか。それじゃあパチンコで勝負だ。パチンコ勝負は素人がまぐれで勝てるような甘いもんじゃねえぞ。まぐれでも勝てます、ゴッドさえ引ければ。どうやら痛い目に遭いてえようだな。上がってきな。お願いします。ルールは前作と同じです。まあ前作同様パチンコ嫌いなら見るなって注意書きしてありますから、基本的な説明は省きますけどいいですよね。ところでこいつ強いのか。マリサ、前作の神谷以上の敵はもういないにょん。こいつは撃たなくても勝てます。そうなのか。まあこのままカットしてもいいんですけど、せっかくですから作者の思い出の台の話でもしましょうか。わかりますかね。作者の思い出の名機、タロットマスター R です。大花火、マリンバトル、タロットマスター、RG 系大量獲得機3兄弟の末っ子です。皆さんは大花火売ってたと思いますけど、作者はこのタロットマスターが好きで好きで狂ったように売っていました。なぜ好きだったかというと、このフォーチュンスピンか。ジャッジメント。好きだったというわけではなく、ある2つのポイントだけにこの台を売っていたそうです。これの意味がわかるやつ手を挙げろ。ただのハズレじゃねえの。この気持ちよさは売ったことのある人にしかわからないと思いますけど、
これを知ってしまったら大騒ぎなんてクソだよっつ。もう最高っすよ。この台は簡単に大量獲得できて、しかもリプレイ外しが大花火に比べて簡単で、しかも音楽もかっこいい。しかし大花火という巨星の前にずっと光るものでした。さっきからリプレイしか来ねえよ、やべえよやべえよ。もう一つのうってた理由が見せられないよ。これぜ、もう一つの魅力ってなんだ。ある条件を満たすと聞けるあの曲です。復刻してくんないっすかねー。300枚獲得の普通の A タイプでいいですから。おー、この音楽は原稿地でもある条件を満たすことによって聞けるらしいっすよ。サンダーズイリボルとかゾッとして、1ゲーム連すると聞けるらしいですけど、どう見ても無理ゲーすぎんよ。ちなみに名シーンといえばまだマギなんですけど、ついに作者は通算100万枚達成してしまったようです。そこまで追いかける理由って何なんだ。ほむほむが好きだかららしいです。せーの、イカ略。これぞ両方究極の奥義、戦わずして勝つ。海物語の話全然しなかったけどいいのか。村瀬編でやるんじゃないっすか。なんだ、どうしたの。そんな、この俺が負けちまうなんて。ふん。じゃあお前、ここでオナニーしてみろよ。あ、こいつもしかして、この顔、シゲタのクソザコじゃねえのか。この顔、どこか見覚えが。お前は確かシゲタ。違うぜ、俺はシゲタだって名前じゃねえ。なんだ、あいつシゲタじゃねえか。シゲタじゃな。くそ、お前何者だ。さっきの打ち筋、どこかで見覚えが。戦わずして勝つを知ってるみょんか。そうだ、間違いねえ。お前はバカ好きハンター。俺が悪かったよ。じゃあとりあえず、とりあえず弾もないし、10万弾もらっとこうぜ。10万玉払えば許してやるよ。一撃リップドリームなら出るかもしれないぜ。そのネタ誰にもわからない。そんな。ああ、腹が急に。またかよ。すまねえ。早く病院に行かねえと。ちくしょう。覚えてやがれ。誰か開けて。星ちゃん、いないの。そうだった、千夏を助けないといけなかったんだっけ。裁きの扉だって。あ、これ前作の開花の万力の下方修正技です。わかった。パチプロって本当に最低な連中ね。社会に何も貢献してませんからね。おい、あんた、あいつらどこに行ったんだ。ここは千夏に恩を売っておくか。10万玉渡したら引き上げてくれたんだ。
感謝しろよな。え、そんな大金どこに。河原には何もなかったけど。さっきささみさん頑張らないで出したんだよ。バカ、冗談に決まってるだろ。見るからに金持ってなさそうじゃねえか。さ、そろそろ稽古場に戻りましょう。みんなが待ってるわ。やだよ、めんどくせえ。なんで俺が演劇なんてやらなきゃいけねえんだよ。ケイスケ、戻りゃいいんだろ、戻りゃ。俺は先に戻るぜ。これ以上姉ちゃんの説教は聞きたくねえからな。ごめんなさい、私も稽古に戻らないと。いた。どうしたの。足をひねったみたい。さっきロッカーに押し込められた時かしら。俺が南の島まで背負っていくよ。南の島？明日は本番なのよ。早く戻って稽古しないと。南国物語知らねえのかよ、ラン。それじゃあ、稽古場までお願いね。といったところで今回はここまで。それでは、またお会いできる日を楽しみに。さてと、稽古場まで送ればいいんだっけか。次はエスタンシアじゃなかったっけ。あの赤いスポーツカー、どこかで見たことがあるな。よかった。ギリのクソビッチニョン。無事だったのね。無事じゃねえよ。谷岡に絡まれて最悪だったのん。あら、もうそんなに可愛い子を捕まえたのね。あなたも隅に置けないわね。これからラブラブカップルしに行きます。三浦千夏です。朝顔っていう劇団で演劇をしています。こんにちは、私はリリー松島。彼の世話をしてあげているの。チャーリー。おはしゃぶれ。そう、いろいろとね。なんか意味深だな。それにしても、元気そうでよかったわ。捕まったんじゃないかと心配していたのね。奴らの川の中までは追ってこられなかったようだし、川に突き落として正解だったのね。川までは追ってこないのか。ゲノム兵か何かですかね。それにしてもこいつが川に突き落としたのか。長谷部義明突き落としたの。やっぱり恨んでるみたいっすね。そういえば報酬をもらっていないような。ふひ。そうそう、昨日の報酬渡してなかったわね。逃げている時にお金落としちゃったのよ。約束の金額よりも少ないけど我慢してね。あ、ごてんだま。それが、それでビッグドリーム打てないもん。昨日の連中に捕まったら面倒なことになるわ。奴らに見つからないよう気をつけるわ。じゃあね、またどこかで会いましょう。あれ、あっちって工事中じゃなかったっけ。あなた、一体何者なの。学生です。事情は聞かないって約束だったけど心配になってきたわ。何メスの胸をガンにしてんだよ、ラン。今の女の人も綺麗な人だったけど、どこか普通とは違う感じがしたし。まあ普通じゃないな。ヒールで踏むのが趣味ですからね。だいたいリリーの野郎、50万玉なんて入る財布あんのか。やっぱりメスは嘘つくからダメだダメだダメだ。君の方がずっと綺麗さ。な、何言ってるのよ。あれ、何、おセックしてって。さ、早く稽古場に戻りましょう。ガードの硬さは桜子並みかよ。そういえばビッグドリームで思い出したんだけど、ギルガメッシュの声ってボバーッと出してきたの人なのかな。風浪被害だぜそれ。ふひ、なかなかいいおっぱいしてるじゃねえか。というわけで、ほんのりスピードアップ。久しぶりにパチパラに帰ってきたのに。
いきなりマニアックだな。もうこのハローサンタがデビューしてから10年以上経つんですね。天候の新基準値の台では真似できない過激なゲーム性だったもん。パチンコもそうだけどパチスロもいよいよヤバいんじゃねえの。もうジャブと運転みたいな台ばっかりになったんすかね。パチやわ。どうしたの千夏。すみません、ちょっと足をくじいちゃって。お二人は？とにかく手当てをした方がいいわ。中に入りましょう。千夏、大丈夫かい？すみません、カジさん、ご迷惑をかけてしまって。カジさん、この足で明日の舞台に上がるのは難しいんじゃないですか？大丈夫です、本番までには間に合わせます。姉ちゃんバカだな。余計な口出しするからじゃねえか。まったくだぜ。もうちょっとでケイスケをホモビに出演させられたのに。なんだよ。とりあえず飛び出しようかな。あ、足を。みんなに土下座して謝れよ。許してほしいんだったら、お前ここでホモビ進めろよ。なんで俺が土下座しなきゃいけねえんだよ。あんたは関係ねえだろ。関係なくてもお使いをこなす音痴の歌い手だっているんだぞ。ありがとう、君が千夏を連れてきてくれたんだね。なかなかいい感触だったぜ。それで君はこれからどうするんだい？どこか行くあてでもあるのかい？とりあえず桜子の家にでも転がり込もうかと。おっと、無償で言うこと聞いてたらあのうんちと一緒だ。ここはきっちり報酬をいただこうぜ。そんなことより謝礼はもらえるんだろうな。カジさん、いい体してんな。謝礼かい？これ少ないけど。ホモビに出てみない？200玉。せめてはいただかないと。そこの姉ちゃんと。やらせろ。そういえば君、河原に倒れていたんだろ。今夜寝るところもないんじゃないのかい？華麗にスルーされました。さすがキュアイレム、話の進め方が強引ですね。え、今夜はここに泊めてあげたの？私たちも今日はここで寝るわけだし。なんだと。さやかさん、本番は明日ですよ。何もこんな時に止めなくても。よう本番しようぜ、姉ちゃん。いいじゃないか、たかしくん。困っている時はお互い様だよ。いい言葉にょん。最近お使いばっかし押し付けられて困っていました。言い遅れたね。僕はカジ。この劇団、朝顔で舞台の演出をしているんだ。キタロウみたいな髪型しやがって。今夜はここに泊まるといいよ。遠慮はいらないからね。そんなことよりご飯まだなんですか？さあ、それじゃあ通し稽古を始めようか。今からみんなで稽古をするから休むのは夜まで待ってね。じゃあ夜になったら戻ってきてね。夜か。とりあえず5000玉あるし、ラーメンでも食べに行こうにょん。なんかヨウムの食いしん坊キャラ久しぶりな気がする。本当はそういうキャラだったんだけど、最近なんか汚れちゃって。うん、千夏よりは小ぶりだが、なかなかいいものを持っているじゃねえか。まあなんにせよ、どっかで時間潰してきましょうかね。とりあえずパチンコしてみた。勝ったには勝ったけど、ぐっとしょぼい手玉にょん。パスワード。大量手玉をゲットしてパスワードをアイレムに送ると、リアルに1万円がもらえるキャンペーンです。10年以上前に終わっていますが。あっそ。さすがにこのクズんじゃねえ。しかもまだエリア移動技も使えないしな。まあこれで夜になったんだ。つまり今は、真夏の夜。ついに危険な領域に突入よん。とりあえず晩飯。この辺に、無料の定食屋があるらしいっすよ。あん、食わしてくれねえのかよ。前作で散々お使いさせといて冷たいやつにょん。そういえばユータのオスガキはどこ行ったんだ。おじさんに拉致られちゃったんじゃないの。
覚えてるぜ。貯金を持ち逃げした挙句、メスに告られても拒めない美佐子さんでしょ。本当にどこに行ったんだろうな、ゆうたは。まあ中の人のもと、えみさん忙しいから。しょうがない。もう時間も遅いしさ、あそこで焼き鳥でも食べてさ、終わりでいいんじゃない？と思ったけど。ビールビール。初めてか。ウェップ、突きっぱらに響くぜ。おや、なんかチンゲン菜みたいな動きを始めたぞ。あ、今作からはお酒を飲むと自転車、自動車は運転できません。さすがにクレームがあったんじゃないですか。ちなみに回転させてもゲロは吐きません。やったぜ。もちろん毒も食中毒もありませんから安心安心。まあぼじもちの女はいるがな。飲酒運転といえばポケセンのに入るカミンスキーですが、いずれ修正されちゃうんですかねー。と殺場から豚小屋、そして今では豚と話す気はない。パチンコ北斗でもらおうが牛乳白紙、過剰に反応しすぎにょん。お前ら大日かよ。千夏はどこじゃどこじゃ。屋根にいるのか。行ってみようにょん。なんだよ姉ちゃん、これからシャワーでも浴びるのか。あの足でよくはしごを上がれましたね。高いところは苦手だって。じゃあ僕が持って行ってあげます。キュー、こいつは十兵衛の知り合いか。じゃあさやかさんは立山穴市民なんすかね。お、面白選択肢があるぜ。何でも聞くならあのネタができますけど。とりあえず交渉だ、ふひひ。今度っていつだ、エンディング後ぐらいにはやらせてくれるんだろうな。彼女プレイやるの？今回ホモプレイないからあんまりテンション上がんないにょん。おお、いたいた。そっちじゃないよ。それにしてもゾンビみたいな歩き方にょん。さやかさんがこれを君にって。これサポーター？これがあれば明日の舞台に立てるかも。そんなにすごいのかこのサポーター。わざわざ持ってきてくれたんだ、ありがとう。よし、とりあえず屋根の上で本番始めるか。こんなところで何をしているんだ。明日が本番だと思うとなかなか寝つけなくてね。星さんも座らない？今夜はすごく星が綺麗よ。皆さんさようなら、波の激うまギャグミョン。今日はごめんなさい、ケイスケのせいであなたにまで迷惑をかけちゃった。お前のんけかよ。私の弟パチプロがどんなにひどい人たちか分かってないのよ。パチプロはみんなクズだぜ。まあ今はパチプロ少ないですからね。ちょいパチ専門のパチプロとか出てくるんでしょうか。パチプロって本当に最低な奴らだよな。そうだよ。うん、私のお父さんもねパチプロだったの。ほほう。ハイアップの設定変更ごとやってたんでしょ。負けて帰ってくるとすごく荒れててお母さんよく泣いてた。ホウスケ君とついてたのあなたのお父さんだったのんか。それにお父さんにパチンコ勝負で負けてひどい目に遭った人もいるって聞いたわ。武蔵抜きやってたんですね。わかります。両親とも小さい頃に死んじゃったからケイスケはよく覚えてないみたいだけど、私はパチプロなんて嫌い。ケイスケにはパチンコを打つのもやめてほしいの。これすげえな、パチンコゲーでパチンコやめろって。でもね、なかなか聞いてくれなくて。私が劇団に入団させたことが不満みたい。ケイスケは演技力あるし、野獣の相方にぴったりにょん。就職も進学も決まってなかったから、何か打ち込めるものがあればって思ったの。カジさんに勧められて劇団に入団させてもらったんだけど、性に合わないみたい。ケイスケ、これからどうしたらいいのかな。あなたはどう思う？
子供じゃないんだから好きにさせてやればいいさ。クズすぎる。そう？私が気にしすぎなのかな。なんだ、二人ともこんなところにいたのか。カジさん、二人ともそろそろ休んだらどうだい。明日は朝から忙しいからね。はい、そうします。私はそろそろ戻るね。おやすみなさい、星さん。これから中田ストロングと秘密特訓よん。あの五円玉にぶつける特訓か。むちゃくちゃだよな、あの漫画。もう疲れたにょん。そろそろお休みしようにょん。ち、なんで元に鶏小屋で寝なきゃなんねえんだ。とりあえず千夏をみんなでわっしょいしちまおうか。そういう夢が見れればいいっすね。ギリギリ鬼だって。ナイフアルマジロじゃあるまいし。長いっすね。よし、とりあえず外に。オッケー、出るまでゴー。これは行かねえって言ってんだろ。もともと演劇なんて興味ねえんだよ。今になって何言い出すのよ、ケイスケ。お昼には本番が始まるのよ。ケイスケが抜けたら公演もできなくなるのよ。不満はわかるけど、今は早く八原町に。知ったことかよ。金にならねえ演劇なんてもううんざりなんだよ。何が劇団朝顔だ、くだらねえ。おじさんが怒っちゃうよ。なんてことするの、ケイスケ。なんてこと。ケイスケ君、続きは八原町のテントでしないか。仲間のみんなとも話し合ってみようよ。分かったよ。すみません、カジさん、本番が終わったら直しておきます。うん、頼むよ。朝から格好悪いところを見られちゃったね。花に罪はないのに蹴飛ばすなんてひどいやつだな。こんなさんの姿だろうな。普段はあんなことしないのよ。もう行かないと。今日は隣町の八原町で公演なの。よかったらあなたも見に来てね。舞台はお昼からだから。それではまたお会いできる日を楽しみに。オスオス。挨拶なんかどうでもいいから早く朝ごはんを食べようにょん。朝からホルモンかよ。というより朝からやってんのか、こういう店。都会じゃあるんじゃないですか。立山穴市民の作者にはよくわかりませんか。ふう、なかなか美味しかったにょん。お昼は何を食べようかな。なんか新しい発見はあるかな。あそこに怪しい人発見。でこい男だって。朝までファミコンやってる人じゃないの、そのネタ。うん、誰にもわからない。どうでもいいけど金返せますぞ。え、くだらねえこと言ってねえで、まずは資金稼ぎだ。エリア移動で運を上げるの。本編進めなくていいの。オードのストレス解消で作ってるようなもんだ。気楽に行こうぜ。早速運がアップ。なかなか順調じゃない。ガンガン運を上げようぜ。ああ、もっと続いてくれよ。夏だからね。しょうがないね。いや、おじさんホッとしたよ。嘘だよ。死後なんていらないよ。いらない、いらない。帰ってプレスでやろう。いらない。おー、待ってくれ。はいはい、使い回し使い回し。これかなりきついよな。前作だとこんなのなかったのにな。なかなか運が上がんないっすね。よし、うん。お、汚い汚い。あんまり運が上がってないけど、とりあえず突撃。立ち上げ。お邪魔するわよ。今日のグズンじゃ、気温当たりがいいんじゃないっすか。今さらアマデジ打ってもしょうがねえしな。今となっては電柱昇級が4だから結構甘いんですけどね。ちょい立ちなんて誰がやるんでしょうか。
産業もあれだけこけたリリカルナの歯をパチンコで出すらしいな。ガールズ&パンサーもクソつまらなかったし、現実のパチンコもうダメじゃないっすか。沖縄行きたいのか。アペックス 701Z 落ちたいもん。うん、あそこにいるおっさんから屈辱オーラを感じる。青木彗星、クワトロ対トラル対が混じった強さ、強いのかな。ちょっとこいつと対戦してみるか。前作の神谷以上の強敵いないしからね。軽くひねってやるか。お願いします。やっぱり必殺技ないか強いな。そっちがやってた攻略法やってみます。なんじゃこれ。ステップにまで行ってリーチ確定させてから元の沖縄モードに戻します。そうすると一気にステップ3に。どこが攻略法だ。じゃあこのネタ誰にもわからない確定音で大当たり。やりました。まあこの程度のザコパチプロに使う音でなかったな。こんなザコじゃ商品になんないんだよ。こっちの事情も考えてよ。土下座じゃ済まないんだよ。クジラッキーと砂漠の国30時間くらい打ち倒してこい。この技前作にもあったな。微妙な技ですね。使う機会はあるんでしょうか。さてと、1775ここでもするかな。犯罪人、未成年なので実刑待ったなし。作者はサタドラ兄貴と同じくらいにグゾー兄貴を尊敬してるんだ。二人とも最強に面白すぎんよ。ところで捕まえた後の展開は流すんだろうな。さすがに流せません。デイリーソフトは偉大なメーカーだった。次は、開示ごっこでもするか。チンチロリンするの。次の方が視聴者受けいいと思うんすけど。お、あいつらか。3人はどういう集まりなんだっけ。あれ、そうだ。でもどっちかっていうと、いつもの不老者のおっさん60歳と、先日メールくれた汚れ好きの土方の兄ちゃん45歳と、わし53歳の3人で剣木にある川の土手の下で盛り合ったぜ。申し訳ないがクソまみれは NG。 チンチロリンってルール覚えれば簡単なんすけど。ルールを教えてくれるみたいだぜ。またしても Q アイレムの間違った力の入れ方です。この時点で対戦チンチロリンに完全勝利しました。まあ詳しくは開示でも読んでください。ちょっとあれルールがおかしいですけど。よし、ちょっとやってみるか。と肩のおっさんの出目は、これって3の目じゃないですか。この3の目と勝負になります。不老者のおっさんの出目は、目なしですね。先に兄ちゃんがわしの口にクソをドバーッと出していた。しごろじゃねえか。特殊祭使ってるんですかね。この時点で負けが確定します。なるほど。ずるずる時間を取られた挙句に負けるパチンコより面白いかもしれんな。番が回ってきましたよ。振り方によって出目がある程度狙えるんだって。なんか派手に入れるとションベンの確率が上がるらしいっすよ。その代わりビンゾロとか強力な出目が出やすくなるとか。スクエア。お、4の目じゃねえのこれ。やりました。ところでこのチンチロリンってパチンコの抽選のシステムに似てる気がします。ピンゾロだけが大当たりなら216分の1の台、2つあるなら108分の1の台、昔あったモナキストとかだったらそんな感じですかね。わかりづらいわ。土方のおっさん、一人負けです。いい加減飽きてきたな。ところで開示といえば辰木文彦さんのナレーションですが、作者は辰木さんの声の鋭いと漏れなく相性が悪く、辰木さんが出てると知らずに打って、声が聞こえた途端に負けの予感がよぎるそうです。主にガロが悪いんすけど。全部自分が悪いんじゃねえのそれ。あと北入りさんが出てる台もかなり相性悪いらしいです。なぜなんすかね。結論、海とジャブだけ打っとけ。何？通常出目では最強の6の目です。やっぱり特殊祭使ってるんすかね。こちらも特殊祭を使わせてもらおう。全部1のサイコロ使うの。まあ偶然出ただけなんだが、くらえ、因果応報。
小ゾロニョン。なかなか面白い勝負だった。海物語より面白いんじゃないっすか。沖縄最高、嵐。いいよ、来いよ、上にかける、上に。これでこのイベントは終了です。次はカイジから銀と金になります。というよりこのゲーム福本作品の要素多すぎんよ。パチ屋の2階だろ。なんじゃ、特攻服だって。あ、鬼浜ネタはやりませんよ。あんまり好きじゃないし。おお、なかなか決まってるじゃねえか。22歳の無職が特攻服着て喜んでるなんてバカ丸出しにょん。就職しような。いよいよ矢原町へ。イベント早く進めようにょん。そりゃいい大人がこんな格好してやーな。まあホモビに出て笑い物にされてもめげずに、日米通算78勝もした投手もいるから、多少はね。おや、前作で笠原しおりが指輪探してた場所にテントがあるぞ。そんなのどうでもいいです。早くあのネタやりたいにょん。またやんのかよ。いらっしゃい。デート場所だって。今作では海の湯もデート場所になったみたいっすよ。あー、生き返るわ。これがあってこそのパパパラニョン。やりたいネタやったし、今回これで終わりでいいんじゃない。本編進めてないのに終われるか。ちょっと谷口のおばちゃんの家に行ってみようぜ。あれ、物置が新しくなってるにょん。おばちゃんは留守か。まあ今作には出てこないんですけどね。矢原高校の方にも行ってみるか。誰か走ってるぜ。あ、音楽が変わったぞ。あの人と何か関係があるのかな。おほう。ずっとラストリーチェ、カークゼラ。え、なに、おじさくしてって。何言ってんだこいつ。あ、この人彼女候補です。何を喋ってんだ。一番下はちょっと馴染みが薄いですね。あなたに平穏を、そして私にパフパフを。アッサラームアライクン。違うのか。もう一度チャレンジ。ズドラスリーチェ、カウクゼラ。ビッグボスならわかるかも。師匠から教わったとかいうあの言語か。じゃあこいつはロシア人か。とりあえず北方四島返せよ。それと竹島返せ。ハロー。ダメみたいですね。けど、フロント張れへんじゃないですか。この辺に、ここにラーメン屋さんだい。いらっしゃい。北方四島返せってどう言えばいいんですか。あと竹島返せ。ズドラストイチェ。ゆっくりムービーメーカーじゃ発音できないっすよ。じいさん。穴という穴すべてに精液を流し込んでやる。ってどう言えばいいんだ。これでフラグが立ちました。あー、いい音楽じゃ。オスオス。竹島返せ。だから国が違うだろ。ところでロシア系のキャラといえば誰を思い浮かべますか。作者はウォーズマン、ザンギエフ、マリア、立花。おっさんだってのはっきりわかんだね。ズドラストビーチェ。おお、あなたロシアの言葉わかるですね。なんじゃ日本語話せるのか。とりあえず北方四島返せ。私の名前はアレクサンドラと申します。アレクサンドル・レオノビッチ・グラーミンだって。アレックスと呼んでくださいね。本当はマサムラのアレックスのネタやりたかったんですけど、
素材がなかったんすよね。そのネタ誰にもわからない。アレックスか。ゴールデンキャビネット三部作の一つです。あとはアステカ、G7X。メニャザブート。おお、あなた、ロシア語ペロペロですね。それは素晴らしいですね。なんかうさんくせいな。ロシア人だけにはキレもじゃもじゃなんですかね。今日から二人は友達ですね。これからもよろしくね。なんでも噂によるとかなり過激な水着を着ているとか。なんだと。エンディング後まで待ってやる。それまでに竹島から出ていてよ。ぺ。学校か。サナエはもういないんだって。もう卒業して4年も経ってるんだし、誰もこいつのこと覚えてないにょん。早く通報されないうちに帰った方がいいんじゃないかな。あん、野球やってるぞ。時短中です。あ、どっかで見たことあるな。お前野球部か。やっぱりこいつ見たことがあるぜ。桜子の妹、ゆうたのオスガキなのかな。お前ピッチャーになったのか。得意球はいいファスピッチか。すげえな。部室で清野先輩に可愛がられてんだろ。お前ケチカバロゴじゃねえ。なんだって、野球で勝負だって。言い忘れてましたけど、このゲームパチンコシミュレーターのおまけです。どんどんパチンコから離れていくな。打てるかな？勝負に負けたらホモビに出るって言ったよね。こいつ利き手の設定なんてあんのか。作者が左利きだし左でいいんじゃない？お願いします。結構本格的だな。勝負は1本でもホームラン打てば勝利です。プレーボール。パワープロみたいに高低差はありませんので、タイミングさえ合えば結構飛びます。意外に難しいじゃねえか。今すごい変化したもん。エモボールか何かですかね。続けるの、それは大人に。面白かったぜ。とりあえずジュース買ってこい。アクエリアスだぞ。ああ、うめえな。しかしミニゲーム豊富だよなこのゲーム。オートもこれくらい楽しければいいんすけどね。お、下道選択肢があるぜ。どれもこれも子供に言うセリフとは思えません。
まあとりあえず1000玉要求しとくか。正論です。将棋には負けているものがあるのです。野球を怪我すのは野球選手として許せんのだろうな。余裕だ。それでこそ男や。なあ、お前も見習わんといかんのちゃうのか。ユータ、お金が欲しくてもホモギには出るなよ。石川ミリオンスターズの投資転向期からの忠告よ。まあギャンブルできないようじゃ4人の選手にはなれないけどな。じゃあなユータ、暇ならまた付き合ってやるにょん。いい加減本編を進めるか。本編忘れちゃったにょん。確かケイスケが劇団辞めるとかなんとか言ってなかったか。人がたくさん集まってます。千夏の劇団結構人気があるんだな。中に入ってみる。つくわ。ケイスケ君、どうしても考えは変わらないのかい。まだ揉めてんのか。しつこいぜ。やめると言ったらやめるんだよ。今劇団をやめるなんて言い出すのは非常識だとは思わないのか。ケイスケ君、今までの稽古を全部無駄にするの？せっかく今日まで頑張ってきたんじゃない。そんなの知らねえよ。俺は舞台なんてどうでもいいんだよ。ケイスケ、ち、白真の演技しやがって。ホモギの演技じゃない、はっきりわかんだね。こんなやつ、いなくなった方が劇団のためになるさ。あなたは関係ないでしょ。黙っててよ。怒られたぜ。俺はもう決めたんだ。こんな劇団、辞めさせてもらうぜ。ま、待ちなさい、ケイスケ。劇団を辞めてこれからどうするのよ。ついにホモの道に行くんですね。もちろん考えてあるぜ。俺はパチプロになるのさ。あ、ふざけないで。パチプロなんてダメに決まってるでしょ。シゲダのクソダコに負ける程度の腕でどうするんすかね。ライターにでもなるんじゃねえの。なんだよ、別にいいじゃねえか。俺も親父みたいにパチンコで食っていくさ。これは地下行政労働施設に行くパターンですね。今のパチンコじゃパチプロなんて無理っすよ。 65% 規制でどうやって勝てと。バカ、お母さんがどれだけ苦労したか知らないからそんなことが言えるのよ。姉ちゃんがなんて言おうと、俺は絶対にパチプロになってやるからな。ケイスケ、行っちまったぜ。バジリスク絆でも打ちに行くんすかね。くそ、なんてやつだ。仕方ないわ。ケイスケ君には演劇が向いてなかったのよ。だからケイスケはホモギ向きだって言ってんじゃねえかよ。ケイスケ君の代役を立てないとな。でもみんな自分の役があるし。なんか嫌な予感がしてきたのをヨウム。そうだ、君演劇をやってみる気はないかい。ないです。ほら来た。お前らこれ以上汚い映像流したら運営に赤停止食らっちゃうよ。やばいやばい。それでもやらすのかよ。今日の公演だけでいいんだ。ケイスケ君の代役を引き受けてもらえないかな。代役ってどんな役だよ。虐待される役ですかね。まあとりあえず上から目線は基本だぜ。どうしてもって言うなら引き受けてもいいな。本当かい。ありがとう、助かるよ。そういえばまだ名前を聞いてなかったね。彼、星ひかるさんって言うんです。野球選手です。昔コモギに出たこともあります。よろしく。鬼浜つまんね。星ひかるくんか。
こちらこそよろしくお願いするよ。シンナーで脳みそ溶けちゃいました。作者は南国育ちで脳みそ溶けました。あとニュー島歌。あっそう。改めて自己紹介させてもらうよ。僕はカジ、演出と脚本を担当しているんだ。望月さやかよ。私たちも手助けするから、あまり緊張しないで。ガンガンついちゃうぜ。俺はサバエタカシ。まさか君と共演することになるとはね。ロイヤルタカシさんも彼氏候補です。よろしく。僕は富田タケシ。大道具や照明をしているんだ。なんとこの人も彼氏候補です。インランテディベアか何か。君が出演するシーンの台本を渡しておくよ。一度目を通しておいてほしい。ほほう。ちょっと読んでみるか。ケイスケは馬の役だったにょんか。これが嫌で逃げ出したんじゃ。馬の役か。馬の役って、まあ負けないのねって言ってればいいんすかね。ノーコメント。この赤く書かれた通りに演じればいいんだろ。とりあえずワンワン泣いとけばいいのかな。ワンワンワン。なるほど、この通りに演じればいいんだな。じゃあ私の迫真の演技。見とけ見とけよ。この格好でレース出ちゃう？ジャパンワールドカップか。ネタが古すぎるわ。ごめんなさい。あなたを一緒に連れて行くことはできないの。どうすりゃいいんだ。僕たちは必ずまた帰ってくる。台本忘れちゃったよん。元気に暮らすんだよ。確か蹴飛ばすだったっけか。マルコ、怒っているのかい。さすがカジさん、無茶ぶりでも流れを戻しました。さようなら、マルコ。お父様、私へのプレゼントというのは一体何ですの？さあ、ご覧シャルロット。お前は自分の馬が欲しいと言っていただろう。まあ、ありがとうお父様。あなたに名前をつけてあげないとね。ピエールはどうかしら。これだっけ。何をするこのダマメが。誰が三菱フラワーだ。おらん。仕方がない。シャルロット、また別の馬を探させるとしよう。このダマは明日にでも売りに出させよう。はい。なんだかかわいそうですかね。マルコ、地位を奪われ、屋敷を奪われ、そしてマルコまでも忘れない。僕は決してこの日の屈辱を忘れないぞ。なんかブレンブが混じってるな。私たち完璧に演技したのに。気持ちが悪いんじゃねえの。全部まるで2章か何かですね。じゃあ俺ギャラもらって帰るから。みんなお疲れ様。いや助かったよ。できればもう少し周りと合わせてほしかったけどね。そんなことよりギャラをよこせよ。
まったくだよ。君のせいで俺の演技のリズムまでおかしくなったじゃないか。だから君彦はいつもガタガタです。あまり厳しいことは言わないの。初めての舞台にしては頑張ったと思うわ。蹴り入れただけだけどな。私も初めての舞台は散々だったもの。あまり気にしないで。カズ。あん。今日の舞台について取材させてほしいという人が。え、僕にかい？ああ、できれば主演の二人からも話を聞きたいそうだよ。ビデオ業者の人じゃないですか。お、本当ですか？オナニーで10万円でどうですか？信じられない。取材なんて今まで一度も受けたことなかったのに。嬉しい。私たちの舞台が認められたってことだよね。もしかしてあなたが出演してくれたおかげだったりして。そう思うだろ。じゃあ千夏、お礼をたっぷりといただこうか。やっぱり俺ってスターなんだな。ハリボテレジーはスーパースターよん。それはちょっと大げさな気がするけど。何？お邪魔しますよ。黒服にょん、俺は地下には帰らんぞ。あんた、昨日はよくも俺を騙してくれたな。あ、何のことですか？とぼけるな！あんたたちの稽古場に仮面を持った奴が出入りしているそうだな。それ多分ダルタニアンジェ。そんな人知りません。人違いじゃないですか？あ、せっかく馬が出てるのにダイナックスネタやらなかった。君は何か知らないですか？もうめんどくせえからこいつらと戦おうぜ。これって喧嘩になるんじゃ。何も知らないみたいだな。馬の言葉がわかるのか。どうなってんすかね。こちらの早とちりだったようですね。お騒がせしてすみませんでした。じゃあお前ら俺のしゃぶれよ。行っちまったぜ。びっくりした。私まで疑われてるのかな。千夏、こっちに来てくれ。君にも話を聞きたいそうなんだ。え、私もですか？じゃあ行ってくるね。今日はありがとう。そうだ、君には今日のお礼をしないとね。君の住む部屋を探してきたんだよ。劇団のピンチを救ってくれてありがとう。ち、あの風呂なしアパートかよ。せめて天空議長のアパートにしてほしかったのん。矢原駅の向かいのアパートなんだ。念のため地図にピンを刺しておくからね。それじゃあ今日は本当にありがとう、星君。といったところで今回はここまで。寄り道しなきゃこんなに長くならなかったのに。それではまたお会いできる日を楽しみに。オフオフ。お腹が空いたのん。さっさとお家に帰って何か食べようのん。しかしこの風呂なしアパート場所が悪いんだよな。前作にあった谷口のおばちゃんの物置の方が場所的に便利なんすよね。お風呂と電車が近いし。あ、そうだった。まだ家具とか調度品はなかったんだ。じゃあ少し買ってくる。そうすっか。ところでいつまで馬の格好でいるんだ。作者は大事なネタをやってないことに気がついたそうです。今回は産業のアリバイをモチーフにしているとか。ダービー物語か。それは平和です。じゃあダービーキングか。それに詩人。正解はスーパーボーイブーがモチーフでした。わかるか。とりあえずパチンコ屋、天国乙女派が入ってるらしいっすよ。それは平和だろ。スペック的に見てリリカルなの派と何か違うんすかね。新基準なんてそんなもんだろ。
頼む。俺もあんたみたいなパチプロになってパチンコで稼いでいきたいんだ。だから新基準じゃパチプロ無理だと思いますけど。すいません、許してください。何でもしますから。そんな簡単に頭を下げるような奴がパチプロだと話にならないな。じゃあ宮根はパチプロ無理だな。まあパチプロなんてのは社会のクズだから、人に頭を下げられるんなら普通の仕事した方がいいよな。ちっだよ、偉そうに。そうだ、ケイスケにゴンズになってもらってパパフを誘致しようもん。てめえは通りすがりのマルデンスキーだぜ。何しに来たんだよ。俺は絶対に劇団には戻らねえからな。そんなことよりケイスケ、このビルで出れない？なんかパチ屋でコスプレってパチプロか言うより慣れないパチンコライバーみたいだな。あの業界も大変らしいっすね。やはり新基準が営業してるみたいっすよ。お前がパチプロになんてなれるわけないさ。だからお前はこのビム気立ってあること。何を言ってやげる。素人が偉そうに知ったようなことを言いやがって。この直江さんのつぶ尋常に湧いていたす。おい坊主、いい顔してるね。怖い。松永久秀みたいに顔に髪でもつければ。どうしてそんなにパチプロになったんだ。毎日花々打ちたいんです。それどっかのバカだろ。俺の親父もパチプロだった。ブラボーキングダムで荒稼ぎしてました。姉ちゃんは親父のことを悪く言った。親父みたいにパチンコで稼いでいたんだ。だから新基準じゃ上昇無理だって。それにパチンコの腕一つで生きていくなんてかっこいいしな。なんたらんさんの島にいそう。どういう歌いお兄ちゃんか。坊主の覚悟はよくわかったな。俺も一人前に分かった。明日もう一度この店に来な。待ってる。しかしこのうっせいパチ屋でよく会話が成立すんな。本当か。ありがとうよ。インカムでもつけてるんじゃないすか。よくわからんな、ケイスケのやつ。腹減ったぜ。ちょっとパチンコで稼ぎを入れました。でもほどの稼ぎより全然楽しいんだ。あのゲームより普通のゲームって存在するのかよ。そんなことよりお腹が空いたもん。帰りにラーメン食べてくればよかったもん。どのゲームコンビニねえしな。天国町とか出玉町に行ければ夜も充実なんすけどね。コロッケ買っとけばよかった。今から魚釣り行ってみる。めんどくせえしな。どうすっかな俺もな。あ、誰か来たもん。こんばんは、星さん。ちなつじゃねえかよ。なんか持ってるにょん。もしかして食べ物かな。その鍋はなんだ。おぐちゃんにリンゴのプレゼント。ノーコメント。これ星さんへのお裾分けよ。なに。私お腹が空いたの。隣の202号室に住んでいる三浦ちなつです。その格好、これは明らかに誘ってるな。驚いたでしょう。カジさんも私が隣に住んでるって知らなかったらしいわ。別に QIM ではよくあることなん。晩ご飯に肉じゃがを作ったんだけど、星さん、よかったら食べない？さっさとご飯用意してくれないかしら。上から目線は基本だぜ。どうしてもって言うなら食べてやってもいいけど。私はうなじゅう食べたいんですけど。何よそれ。私だって無理に食べてもらおうとは思ってないわよ。は？ちょっと作りすぎちゃったからお裾分けに持ってきただけよ。それってケイスケの分ですかね。ケイスケのことだから、どうせすぐ帰ってくると思っていつも通り2人分作ったんだけど、パチプロになるなんて諦めて早く帰ってくればいいのに。それは無理だぜチナス。それじゃあおやすみなさい。じゃあその無理はおでね。マリサが上から目線とかやるから晩ご飯なくなっちゃったよん。ちょちょ、確かちなつは隣に住んでるとか言ってたな。ちょっと行ってみようぜ。そんなことより隣との兄弟を見えるんでさ、ちなつを嫌がらせしてやろうよん。お、すんなり鍵を開けやがったぞちなつ。あれ、襖があるよん。はい、よし。ひひ、ダイナックスごっこするの。アマンドピンキーごっこだ。それにしてもこのアパートトイレないんですけど、どうしてるんすかね。の嘘でもしてんじゃねえの。ケイスケ、さっきパチ屋にいたじゃねえかよ。ちなつはパチ屋の近道ルート知らないのかな。まあここは正直に教えとこうぜ。ケイスケが海物語売っててアニメラウンドを迷わず選択してたって。それどっかのバカの話だろ。ミスマリンさんラウンド、たまにブスが混じってるから見たくないんすよ。なんかふんどし
私一郎でセイララいとか言ってましたよ。そのネタ誰にもわからない。パチンコ屋の入り口を見とけ見とけよ。この流れはひょっとしてやったのん。何を食わしてくれるんだ。メロンパン。これバイト先の余り物か。もしかしたらピナスは桜子と違って料理うまくないのかも。ふう、なかなか美味しかったよん。そんなことよりここにメロンパンが2つあるじゃねえかよ。どうせ無理よん。このゲーム一般ゲームだし。それもそうか。じゃあなチナス、すごく臭いわ、ふんして帰ろうよん。そして翌朝、天才一家の長男にイメージチェンジしたのだ。バカボンシリーズももうお決めだな。通過第一、電気みたいな状態作って恥ずかしくないの。ところでチナスがパン屋でバイトしてるとか言ってたな。電気議長の特殊浴場に行けばがっつり稼げるのに。あのピンキーがいい店だろ。オスオスチナス、パンを売るよりパンパンでも始めれば。稼ぎの部分で必要になってくるしな。ちょっと買っておくか。そういえば翔平介がこのパチ屋に来るとか言ってたよな。来るんですかね。おや、こいつ前作にもいなかったか。パチプロをして妹のお店を支えてるとかそんなこと言ってましたね。何回見せんだな。多分いつもの流れじゃないですか。パチンコ勝負か。なんて。やっぱりそうか。おお、頭に来た。まとめてぶっ飛ばしてやる。この音声を取るために作者は6万ぐらい使ったそうです。おきどきの価値額が全て飛んだとか。中山が勝ちましたね。パチンコ勝負流してから動画にもいないんだよ。なんて。一定時間首が大量の状態になる必殺技です。本当に大した技じゃないっすね。別に前作で攻略しなかったからどうでもいいです。おや、昨日いたパチプロじゃないですかね。手放し準備してるよん。アーキってあるのかな。昔はあったな、アーキってある店。確か前に来た坊主の知り合いだったな。肌枕をかぶれなんすかね。ノーコメント。もしかしてこの人ウリン好きなんすかね。この顔でウリン好きだったら笑うけどな。あんなバカなやつ、知り合いでもなんでもないぜ。あなたひょっとしてアッチートのスカウトか何か。なんでもないなら俺をここに訪ねてくることがないんだ。あんた、俺があの坊主に関わるって汚れ気に入らないんだ。ケイスケはグボタイト先生に協調してもらうんだよ。どうだ、俺とパチンコで勝負をしてみる。またか。もしあんたが勝負に勝ったら坊主のことを考えて。やれば返していただけるんですか。ところでこいつ見た目からするとかなり強敵じゃないのか。大丈夫なんすかね。俺の手にかかればお前なんてひとひねりさ。おいおい、あんた本気で俺とパチンコ勝負をするつもりか。じゃあジャグラーで勝負する。ねえよ。いいぞ、勝負してやるよ。あんたなら少しは楽しみそう。もう勘弁してください。この音聞くと吐き気が。ルールは先に5000玉到達が勝利条件です。いきなり強敵じゃねえかよ。この野菜のコリネタのバルーカンパカットは大技に確定の実際技順番先生のトリを使ってきます。この大技に確定技使ってくるやつが出てくるのかよ。だから今回の勝負はかなり厳しい戦いになると思うよ。必殺技を使うタイミングからいろいろ作ってみますが、
君たちの君の時は数分あたり確定の技だからね。やはり王子たちからの実況なんてできません。スーパーラッキー、残りだったのか。やはりだったね。でも今回は3回目の王さんが引いたから残りだったから抜けるかも。絶対大事か。残り35発目連中こそやと私勝ってた。ご覧でいいんじゃない。こっちよ。ハイバネオッチ。ラッキー。俺の負けだと。とりあえず窓際行ってきこれ。メイスケがパチプロになるのを諦めさせてもらおうか。あいつはこのビルで言ってそれ一番に割れてるから。悪いがそいつは無理だな。なんてあの坊主ならもうパチプロとして稼ぎ始めてる。まだまだ普通でもやってるんすかね。早く稼ぎたいって言うから天狗議長のマッチメーカーを紹介してやったんです。金だのこと金のことか。坊主にパチプロをやめさせたいなら天狗議長にいる本人に言う。天狗議長に言いたいもん。あいつの姉ちゃん、そう伝えてやる。スナックカレー食べに、ついでに行ってみる。カレー食べに、ついでかよ。おっと、前作で情報した最下の万引きです。今作ではさらに上位互換の技があるとか。まあとにかく気なつに報告だ。あ、多分これ旧アイレムガードです。つまり反対の入り口でイベントがあるわけだな。よう。もしかしてこいつは。なんだ、まだパチプロをやっているのか。お前も懲りないやつだな。豚は豚小屋へ行け。こいつも続投かよ。誰だっけ。おいおい、それはないだろう。八原高校で同級生だった吉川博士だよ。マジでうでえな。この前社会人になった同級生同士で飲み会をやったばかりじゃないか。それよりお前俺の静止顔で受けろ。ああごめんごめん。そういえばお前パチプロだからあの時いなかったんだっけ。それしかいなくもさる。またかよ。先輩そろそろ会社へ戻りませんと。なんでこいつ後輩か。おおそうだな、そろそろ帰らないとな。まあまたそのうち電話でもするよ。また一緒に飲もうぜ。めんどい。じゃあまたな。なんであのクソ豚。吉川のクソ豚も今作では波乱が待ってるみたいっすよ。といったところで今回はここまで。またお使いの予感がプンプンするんですけど。それではまたお会いできる日を楽しみに。オスオス。そんなことよりお腹が空いたよん。次はケイスケを探しに天狗議長に行けばいいんだな。あ、狩猟さん、お久しぶりにょん。また骸骨買ってきたのかよ。夜中に千夏の部屋に狩猟さん持って行って脅かしてやろうにょん。骸骨も揺らしたし、そろそろ行くか。オッケー、レベルまでゴー。しかしもう天狗議長に行けるのか。どの地下内町からのルートは橋の工事で通行止めじゃなかったっけ。電車もなぜか止まってるんだっけ。まだあれじゃないの、急アイレムガード。高速使えるならタクシーとかねえのかよ。まあそのうち通れるでしょ。あれ、この自転車前作で使ってたやつじゃないのか。昨夜後に直してもらおうよ。あ、何しに来たのんだ。インス目をつけてただって。ヤフオクのチェックリストに入れてただけでしょ。どうせくずすぎる。お前まさかその玉でゆったりたっぷりのんびりするつもりなんか。払うわけねえだろ。そんなことより金返せ。マジロエ金返せって言ったら気持ちいいな。なんかあったらアムの証人みたいだな。250玉あったらサンダードラゴン撃つよ。何言ってんじゃねえかよ。こいつ個人やすぎにやらつけてもらおうよ。あの目立ちは県民にしかわからない。たかりきしつまじろぜ。半島に帰れ。
これ君の何か証拠でもあるの？やったりょん、ゆったりたっぷりのんびりは自分のためでしろ。トナカイ、オスオス桜子、自転車ヤフオクで落札してきたりょん。しかしよく2年も無事だったな。そういえば昔のパチ屋の景品って自転車とかありましたよね。なんだかんだで利用されちまった。今作ではさらに過激な乗り物を作るらしいっすよ。そして翌日、ユーザーを悶絶少年に出演させるべく桜子の家へ行くのであった。それにしてもセミ君がうっせいな。そのセミ君の鳴き声全然面白くないから。おい桜子、パチスロ沖縄2のハイビスカスダサいと思わないもんか。あとレギュラーの時の3人のタコ踊りどうにかならんのか。これでちょっとは移動が楽になるかな。序盤席に入るのはありがたいっすね。まあこの動画、カットする部分の方が多いんだよな。次回はパチンコの部分全部流す。僕パチンコ知らないとか言いながらさ。このゲーム実況したがるキッズの多いこと多いこと。せめて海物語シリーズ10種ぐらい打ち込んでから実況してほしいよん。まあこの動画も大概だけどな。朝野、劇団朝顔の稽古場に到着。あ、星さん。ケイスケ、まだ帰ってこないのよ。いつもならそろそろ諦めて家に帰ってくる頃だと思うんだけど、何してるのかしら。ケイスケはいいバイトを見つけたらしいもん。30分で5万、後でばらまかれると思うけど、じっくり見てやってくださいね。すげえよ、簡単だな。どうだろう、簡単だった。ケイスケは今、天狗議長にいるらしいんだ。どうしてケイスケが天狗議長に？別に驚くことはねえだろ。普通のお店もあるし、あそこ牛丼屋とかカレー屋とかチャーハン屋とか。じゃあ、ケイスケは今、天狗議長に行ってるの？まあソースは完全パチプロなんだけどな。ケイスケ、本当にパチプロの世界に。お邪魔するわよ。全員来てるね。みんなちょっと集まってほしい。みんな喜んでくれ。愛よさらば第2幕の公演が決まったよ。またやんのかよ。よっしゃ、やった、うん、嬉しいわ。ですか。第2幕では物語が大きく動き始め、各登場人物が運命に翻弄されることになる。たかし君、主役のフェルナン役、今回も期待してるよ。ロイヤルたかしさん、高砂の大工とつまらないんすけど。さやかさん、マリアンヌは今回一番難しい役どころだ。よろしく頼むよ。ボブリーさんの奥さんだっけ。そのネタ誰にもわからない。シャルロットとフェルナンの再会のシーンは今回の見せ場だ。頼んだよ、4月。それと星くん、君にはマリアンヌの担当医エドモンをお願いするよ。はい。お医者さんの役は得意なん。ここは主役でおなしゃす。なんで俺が主役じゃないんだ。悶絶少年っておじさんが主役じゃないの。主役って君まだ一度しか舞台に上がってないじゃないか。小麦で鍛えてきた4年間には自信ありです。野党には100ゴールド、装備を剥がすのはやめきくり。それじゃあ台本を渡しておくよ。明日の稽古までに目を通しておいてほしい。スルーされたぜ。台本覚えるの苦手なんだよな。どうせ小芝居はアドリブ。面最後にみんなに話しておきたいことがあるんだ。犯人は日々の先生だってこと。なんと次の公演を雑誌が取り上げてくれるんだ。本当かよ。本当。すげえ。すごいじゃない。今回の公演の出来によっては大きく扱ってもらえるかもしれない。本番まであまり時間はないけど、みんなで力を合わせていい公演にしよう。はい。
稽古は明日から始めよう。それじゃ今日は解散。なんか盛り上がってるな劇団朝顔。ところでいつの間にか劇団員にされてるのん。最終的には乗っ取ってホモビのレーベルにしちゃうのん。なんか今回のパチパラ、原作とは違って明るい雰囲気だな。原作の内展開で QIM も反省したんじゃないっすか。今回は明るいお話なんじゃないの。あの絶対絶命と普通の西崎さんの話を作った QIM だか、私はちょっと嫌な予感がするんだだな。コンビニで酒とかまりも買ったし、後で天国の崖の下に行こうのん。一日三勝分買ってねえぞ。大悟、貴様野口、ヘンディ野口だな。もしもし、千夏です。今日、客さんだ。ロクさんに頼め。あのね、星さん、夏祭りに行ってみない？夏祭り？花火師もエレース。そのネタ誰にもわからない。結構面白かったんすけどね。ニャシキバージョン。また選択肢が全部エースだぜ。まあ上から目線は基本だぜ。血は進まないけど、行くことにするよ。きっと楽しいわよ。お店もたくさん出ているし、花火も上がるんだから。3連花火に出ます。じゃあ今夜、神社の入り口で待ってるからね。よし、お祭り前のお風呂タイムだ。どうせ襲えないのん。まあ私はあのネタやれるからお風呂は大好きです。あー、控えるわー。ビール、ビール。ところでさっき夏祭りの話したんすけど、突然じゃないんすかねー。やっぱり本当に乗ったら手間が外れたら少ないんすかねー。このうちでいいんじゃねーの。突撃。行きたくないとか言いながらコスチュームはバッチリ決まってます。行った祭りじゃ。こんばんは。お好きなつ。とりあえず綿菓子食べようのん。あとビール。どう？似合ってる？ほほう。なかなか父が強調されたいデザインじゃないか。水着になったり浴衣を着たり、お前もリンちゃんにでもなるつもりかよ。浴衣は可愛いと思うけど。マリンちゃんに比べるとちょっとな。何それ、私は可愛くないっていうこと？こいつの過去知らないのかよ。こいつホモだぞ。もういい、一人でお店を見て回るから。拒否されたぜ。行っちゃったのん。冷てえやつだな。なんか微妙な空気になっちゃったのん。音楽だけは浮かれとく。浮かれちゃう、騒いちゃう、恋する乙女の黒オバー。ゲームがあるのか。帰りみたいです。これより食べ物にしようのん。おじちゃんのぶっ壊すランチュー。たこ焼きやのん。たこ焼きラーメン食べたい。ラーメンの中にたこ焼きが入っちゃった。マジだぜ。日清たこ焼きラーメン新発売。買ってよな。頼んだからな。時たまラーメンもよろしく。そのネタ誰にもわからない。そんなことより千夏、そこにある清見でもやって機嫌直せ。そういうな千夏、たこ焼きラーメンあるからよ。歩き麺ですの方がいいんじゃない。そのネタ誰にもわからない。イベント進まないから機嫌直してもらおうにょん。意外にちょろいな。
お面が売ってるの。あ、ぴょん。いや、花火してんか。そう、田村玄三さんのお面が売ってるみょん。産業だけにか。祭りにお面は欠かせないよね。なんじゃこのハイテンションのお面売り。とりあえず買っとく。何かの役には立つかもな。リンゴ飴か。縁日の定番みょん。いらっしゃい。あ、ビビったぜおばさん。赤リンゴと青リンゴ、コンチ 4X か何か。え、うふ、コンチに比べればまだマニ2なんてクソだよクソ。さあ、秀明殿、裏切り召されよ。一つ買ってくかい。最後は、かき氷や。このかき氷はいつまで経っても溶けないみたいです。どういう仕組みなんだ。なぜかブルーハワイだけ高いです。中身同じなのに。シロップ、島ひろこ、17歳です。もうちょっとしといてやろうぜ。トナカイ、あ、いろんなネタやれて楽しかったにょん。最後にお祈りしとく。このゲームセーブ神社でするんだっけ。星さんは何をお願いしたの。わかるだろ、気なつ。私たちのお願いはただ一つにょん。こんな世界なんて滅んでしまえってお願いしたんだ。気なつもやってみればわかる。さすがれの王道ね。大丈夫？何か嫌なことでもあった？来る日も来る日もお使いお使い、出てくるやつはみんな引き違い。ちなつも悪の手先になってみるか。私はね、もっと演技が上手くなりますようにってお願いしたの。さやかさんの演技に比べたら、私なんてまだまだだから。ちなつもホモビ見て演技の研究をしたら、野獣のくっそ汚い演技。見とけ、見とけよ。確かに、千夏の演技は見れたものじゃないからな。そこまで言わなくてもいいじゃない、自分でも分かってるんだから。まあ高田君彦よりはセリフ読むのうまいぜ。私、生まれて初めて見た演劇が朝顔の舞台だったんだ。その時の主演がさやかさんだったの。さやかさん、舞台の上で輝いてた。え、あれ演劇というより寸劇とかショートコントじゃ。それでね、私もさやかさんみたいになりたいと思って演劇を始めたんだ。恥ずかしいからさやかさんには内緒にしておいてね。ほら、花火だよ花火。三連花火にょん。きれい。なめこ最高、ゲッセナ最高、でもやっぱりババね。今日はすごく楽しかった。花火きれいだったね。それじゃあ、おやすみなさい。といったところで今回はここまで。今回全然進まなかったんですけど、これでよかったんすかね。それでは、またお会いできる日を楽しみに。オフオフ。早朝サイクリングより朝ごはんをですね。そんな夜に素敵な音楽をプレゼント。朝ごはんより薬を。ところで劇団朝顔の第2回公演は八原高校で開催されるんだって。気持ちがとろりすれば同性の学生を喜びにょん。いちご味の半議体の呼び方すんなよ。うむ、あれ、うん、バスなんて通ってたっけ。バスは前作だと出玉町でしか走ってなかったよな。あーん、なんじゃこの大量のバスは。ちょっとお話聞いてみる。あそこにメスバス発見。お前ら星崎理科の消息について知っているにょんか。そういや前作で攻略しなかったな。なんでバスがいるんすかね。さてはアクシンダリハーグの影響か。ねえよ、メスはお断り。ブスなら考えてやってもいい。
どうなってんじゃ、これじゃ公園できんのか。秘密のところに行ってみようよん。トナカイ、まだいるよんあいつ。さっさと地上の楽園に帰ればいいのに。おっす、桜子。あれ、あれバイク。そうらしいな。もしかしてくれるのかな。ほほう。なんかダッサいバイクよん。ライダーマンマシンみたいなかっこいいデザインにできないのかよ。ノリオの野郎、昔はやんちゃだったんだな。それにしてもバイクも作れるなんて桜子は意外にすごいのかも。エンジンがないだって。どうしたよーむ。お使い、お使いの匂いがするよん。待て、お使いの先にバイクが手に入るなら悪い話じゃないぞ。後でその斉藤さんとやら探してみるか。桜子ママも何か知ってるかも。朝ごはんついでに行ってみようよん。前回買ったリンゴ飴がまだあるだろ。さっき食べちゃったよん。オードのストレスで最近お腹すいたって。いらっしゃい。ノリオはバイクじゃなくてあんたが原因で死んだんだと思うが。かき氷屋さん、あの木海の横でかき氷売ってた人。今度行ってみるか。そんなことより朝食を。さて行くか。カジさん、どうします？このままだと公園が。困ったな。あ、星さん。お好きなつ。大変なの。次の公演をする矢原高校のグラウンドが借りられなくなったの。やっぱりバスが止まっていることと関係が。じゃあ中止。それより行かれる岩屋についてですね。それじゃあ公演は中止だな。なんでそんなこと言うの。簡単に中止なんて言葉を使わないで。できれば中止したいのに。千夏もオーバーをやればわかる。今矢原駅の駅員たちが起こしているストライキが原因らしいの。それどこの国鉄ですかね。高校が電車の振り替え運転でバスの発着場に使われているらしいんだ。だったらパチ屋の駐車場でやれば。そんなもんでしょ、あの猿芝居。そう、よりによってこれからって時に。これからってまだベルマンを蹴飛ばすしかやってないんだがな。駅員たちのストライキが終われば高校を貸してもらえるという話なんだけど。駅員なんてどこにもいませんでしたよ、カジさん。駅員がたむろしてそうなところといえば、駅前の定食屋とか。どうせあそこだろ。あ、なるほど、確かに駅から近いし。やっぱりそうみたいだな。何かあるんですか。わかったよん、リンゴの太郎伝説のコスプレよん。ねえよ、あの前がハンドルより俺の金庫右側やん。あなたたちの握るべきハンドルは電車のハンドルでしょ。リンゴのストレッチ。なんか一人だけこんな奴がいるよん。他なんか頼まれた。確かに似てるよん。いじってなかったんだけど。リンゴの格好のりを。俺たちにストライキをやめろって。オスバン超スリーコケロ、警備員潰れろ。こっちも覚悟決めてる。そう簡単に一度振り上げた拳を下ろせるかよ。じゃあ神様で勝負しよう。一人で見てもいいぞ。お前じゃ話せんの。帰りな。面倒な人たちね。バイトの代は全部面倒。特にパチンコは3回レベル。英語によりクソ。あら、いいところに来たわね。またパチンコで解決か。私の頼み事を聞いてもらえないかしら。この人たちと勝負してほしいのよ。今週はバイトを殺してくれてくれ。今のに何でも決まるからなら逃げてきますけど、当然私と右は前提だ。俺にしてくれるなら勝負する。俺に何をしてほしいの。どうしてくれる。一番に報酬を見つけて馬のらしいですよ。高級腕時計がもらえるとか。そのヒールで僕を踏みつけてほしいんだ。バンチョウ壁でゾンビ
分かったわ。勝ったらこのシールで思いっきり踏みつけてやる。まあ、ここで負けやっ殺したからの投資は勝てたと思ったのよ。それじゃあ彼がパチンコで勝ったらストライクをやめるというのはどうかしら。7人の中で誰か1人でも彼に勝ったらあなたたちの勝ちでいいわよ。いきなりバカボロをやるかよ。こんなひ弱そうな男に勝負を任せていいんですか。私たちはともかくケンさんを舐めてると痛い目に遭いますよ。最初の台はエスパー台ばっかじゃねえかよ。まどまりもそうだけど、さっきから個人的に何を用意に喋らせなかった。怖いもん知らずの兄さん、一丁なんでやるか。こいつのように。じゃあそういうことだからよろしくね。うん、本当かぶらに持てるかよ。勝負は8人制のバトルロイヤル。それどこの花争奪戦。決められた時間ごとに獲得した玉の少ない人から一人ずつ脱落してもらうわ。あれ、手袋してパチンコ打てるんですかね。そして最後の一人に残った人の勝ちということでいいわね。いつに勝ってたけどは無駄ないか。本気でかかってきな。それでは勝負はじめ。お願いします。勝負はいつものバトルロイヤル。数が多いだけに苦戦は必至か。大丈夫っすよ、普通に売ってても勝てますよ。まあ何にせよいつもの倍くらいかかるんだろ。じゃあ今回は沖縄ステーションやってみましょうかね。沖縄モード。その後も順調に得意人たちを片付けていくチーム。そして沖縄から搭載された特化クオック。作戦中によっているのはあるあるだよな。まあ全幅作戦より負けじゃない。ランク覚えなくていいし。さんが負けるなんて。もうちょっと楽しませてくれよな。もしかしてあなたは効率がりの上好きだぜ。お前らは優秀項目でも売ってろ。それとどれだけろよ。あとここでじゃあ、まあ、これはいいですよ。いや、効率がりの劇団員だ。お
前の帽子栗林みたいだな。思い出てみる。何を言ってるの？あなた、タチプロでしょ？耳まで吉川のクソ豚みたいなこと言うのか。タチプロ？ストライキはしまいにする。やったもん。これで運引きが絶好だな。今日会社を辞める。じゃあお前今日から FM バー平野の従業員な。ユンさん、大して仕事にできない相手になっていてもいなくても一緒だろ。最後は手首だけ突き捨てて竹屋みたいに。あんたとはもう一度パチンコで勝負したい。最後の AI 自体は言いたいあったんすけどね。それまで絶対にパチプロを辞めるなよ。元を正せば策略が悪い。私たちをパチンコの世界に引きずり込んだのは。私たちは毎日椅子に座ってるだけの人たちに一度現場を変えるってほしかっただけなんです。それが人の理由か。まともだ。だけど誰かが今回の騒ぎの責任を取らないといけません。それを今回は自ら進んで。あいつ見た目も中身も驚きだったもん。約束を守ります。私たちは私たちで鉄道員としてプロの仕事をしていきます。お感じが夢を果たしました。肌かけばどこだよ。何にもなくて見つけてんだよ。ありがとう。タッチトップは？そんなことよりはね、クリームの穴をガバンガバにしてくれるって言ってたよね。さあ、約束のお礼をしてもらおうか。あら、そうだったわね。また今度連絡するわ。またエンジン事故だろうと言って、その頃には忘れてるぜ。それじゃあ、またね。これで気持ちに報告ができるよ。また君は夢にガードだ。また吉川のクソ豚っすかね。あ、星さん、やっとストライキが終わったらしいの。これで高校で講演できるわね。私、朝顔のみんなに伝えてくるわ。じゃあね。それではまたお会いできる日を楽しみに。オスオス。大丈夫かよ。うむ、すぐすぎ。あら、星くん、鉄道のストライキ終わったらしいわね。さやかさん、みんなもう八原高校に向かったわよ。私も今から出るところなの。出ますよ。でも無事に公演できることになって本当によかった。明日の本番が楽しみね。じゃあとりあえず本番しようぜ。あなたは明日が2回目の舞台だけど、やっぱり緊張してる？緊張、そんなもの。ただ適当にプレイしてるだけで視聴者様が喜んでくれるんだもん、あるわけないだろ。今から本番が楽しみで仕方がないよ。ああ、たまらねえぜ。もう遅っちまおうぜ。羨ましいわね。私はすごく緊張しちゃう性格なの。本番前は特にひどくて、足が震えてちゃんと立ってられないくらいなのよ。じゃあとりあえず4章見てみる。だから一番自分の演技を見てほしい人の顔を思い浮かべて舞台に上がることにしてるの。そうすると気分が落ち着くし、普段より演技に集中できる気がするの。よかったらあなたもやってみて。そろそろ八原高校に行きましょうか。本番に備えてよく稽古しておかないとね。稽古か。そんなことよりどっかに遊びに行こうよ。私最近ストレス溜まっちゃって。私もちょっとな。じゃあちょっと寄り道。ちょっとサイコロ振りに行くか。チンチロリンするの？前回ほとんど見せちゃった気が。なんかどっかで見たことある雰囲気だな。ドカタのおっさんが材料にいるもん。ドカタ姿のまま干渉してクソだらけでやろうや。なんで見張りがいるんだ。多分チンチロが終わった後クソまみれになるんじゃないっすか。後で桜子の家に出てクソを救いおすそ分けに行こうもん。
なんだよこの雰囲気。なんかざわざわしてこない？クソ遊びですか？ユータも誘ってみたら？今は帰った方がいい。昔はキングガルフとかカブトとかテイタとか強烈なやつがあって逆転できたんすけどね。全部裏物じゃねえかよ。皆さんはどんな裏物が好きでしたか？作者はハイハイ潮祭の32ゲームバージョンでした。やっちゃうよ。なんか特殊剤使いそうな雰囲気だけど大丈夫？つかないトライアングルやるんすか？アカウント消されないかな？なんてお薄臭いメンツなんでございましょう。目なしです。そして第2投。この目か。これはちょっときついかもしれんな。やったぜ。開示じゃなかったシーナの番です。バカ野郎、裏かすお前。これじゃ燃えんな、カイジ君。ズバリ千玉と行こうじゃないか。大丈夫なのかよ、そんな無茶してよ。平気平気、ジョリスの洞窟に比べれば大したことないよん。あ、触れないのか。これが正式なルールです。親が薬物か毒の目を出したら親の総取りです。親は連チャンし出したらずっとできます。低愛知化ルールはかなりおかしいんだな。まあ正直開示で面白かったのチンチロあたりまでですよね。もうあとはグッダグダ。さてと、そろそろ腹も減ってきた。決着つけちゃいます。行きますよ、行きますよ。通過で目強すぎねえか。お前ら負けたんだから。お前ここでオナニーしてみろ。そしてこれがとどめ。暴力セックス。やけに嵐が出るな。嵐はおやっさんの敵なん。もうこんな年寄りに負けるわけありません。前の動画の使い回しじゃねえかよ。これからクソまみれだってんだルルを。で、なんで今さらチンチロ勝負したんだ。競馬開催のためのフラグ立てです。一軸艦長組んでもくれるんすかね。グルメ手帳。このゲームのやり込み要素として、すべての食べ物を制覇することでしか得られない称号があるとか。やり込み要素も満載だな。じゃあとりあえず、桜子の工場を燃やしてこい。4年前の悪夢の再現と行こうにょん。まあ競馬開催は後回しだ。とりあえずバトルロイヤルやっとく。今回パチンコネタこれぐらいしかないし。馬なんてそこらにいねえだろ。犬ならいるんすけどねー。あと汚い化け物。赤い流星。踊る黒い死神はいないんすかねー。お願いします。ルールは前回の駅員との対決と一緒です。パパパッと終わらせようぜ。ところで最近、海物語シリーズが5回の勢いでリリースされてますけど、新作の沖縄島はともかく、焼き回しやデザー食が多すぎやしませんかね。今年で多数と海物語、なんと液晶演出そのまんまです。さすがに10年前の液晶演出そのまんまだしとかちょっと手にきすぎんよ。あれはちょっとひどいと思うな。アジアの演出がジョブやウーみたいな焼き回しばっかりって、もうパチンコ業界本格的にヤバいかもしれませんね。ダメなものは淘汰されてみて。この動画と一緒さ。あの頃は良かったと思う時点で心が消毒と作者は思っております。派手な役物もなかった。音もキープだった。だけど思い出すのは昔の台ばかり。もともと作者は解雇主義者だからな。さてと、もう一回ここ一回クロスのとこにさ行きましょう。人工費でも捨てるようなこれ。あいのものは偽物だよ偽物。私で海につけた方がまだマジだ。この戦国再現で終わったら何か作者。せーの、イカ略。
失敗外に苦戦したんだって。この撮影の時にフレッシュ君がへそ曲げちゃって撮影に時間がかかったんすよね。これも王道の呪いか。トナカイ。そして翌日、いよいよ愛のさらばの誰に幕が開かれようとしていた。なんじゃ今回の格好は。なんか作者によればカルロス、オンセをモチーフにしているとか。ありがたいよホエールズ。もう、いやそのネタ誰にもわからない。読んだっけ。めんどくせえしな。ちょっと見てみる。ま、なんとかなるだろ。準備完了です。はい、じゃあ。なんだよ今のおじさんの笑みは。姉さん、大丈夫かい？マリアンヌさん、弟のフェルナンさんが来てくれましたよ。本当にフェルナンなの？ああ僕だよ、フェルナンだよ。ああ、夢のようだわ。またあなたに会うことができるなんて、すっかり立派になって。きっと天国もお父様とお母様も喜んでいるわ。姉さん！済ませてあげましょう。先生、姉さんは治るんですか？わかりません。ですが、最大限の努力を尽くします。姉のことよろしくお願いします。姉さん、僕ダランベールの娘になったよ。彼女はもう僕のことなんてまるで覚えていないみたいだった。それどころか妙に気に入られたみたいなんだ。おかしいだろ。あの屋敷は僕が絶対に取り戻すよ。そしてあの男に僕たち家族を陥れた報いを受けさせてやるんだ。お疲れ様。今日の舞台は大盛況だったよ。君も良かったよ。これで演技の経験がないなんてちょっと信じられないな。コメディに出ていたことは内緒です。見に来てくれた雑誌社の人たちも今日の舞台を気に入ってくれたみたいだよ。すげー！
やったー。だけど大事なのはむしろこれからだからね。今後もみんなでいい舞台を作っていこう。はい。それじゃあ今日はこれで解散。みんなお疲れ様。星さんお疲れ様。あのね、この後ちょっといいかな、相談したいことがあるんだけど。なんじゃ相談って。デイスケ探してくれとかじゃない？へー、めんどくさいな。あなたにしか相談できないことなの。体育館の前で待ってるから。裏じゃねえのかよ、あつまんね。どうする？行ってみる？うまく丸め込んでハメハメだ。あら星くん、今日はお疲れ様。なんじゃさやか。そうだ、あなたはこの後何か予定はある？これから学校のプールで泳ごうと思ってるの。よかったらあなたも泳ぎに来ない？俺もちょうど人泳ぎしたかったんだ。人泳ぎしちゃおっかな。わかるか、そんなネタ。舞台も一段落したことだし、少しくらい羽を伸ばさないとね。それじゃあ先にプールで待ってるわね。前の補足の時にコメントもらったんですけど、他の動画はネタに走るから普通の演技が新鮮。確かに続けた演技のままだったらそこらのキッズが作ったパチパラ動画と変わらんじゃないか。なので一周回って普通に演技しました。私はどっちでもいいんだけど。姉さん大丈夫かい？ああ、めちゃくちゃだよ。マリアンヌさん、死神が迎えに来てくれましたよ。確かによく見る光景だ。いやよ、私まだ死にたくないわ。ヘルナンなの？ああ、僕だよ、ヘルナンだよ。ああ、夢のようだわ。またあなたに会うことができるなんて。すっかり立派になって、きっと天国のお父様とお母様も喜んでいるわ。姉さん！どうしましたか？落ち着いてください。姉さんは眠っただけです。先生、姉さんは治るんですか？さあ、私に聞かれても困りますね。あなたは医者でしょ。他の誰に聞けと言うんですか？先生がビンビンでいらっしゃる。姉のことよろしくお願いします。私には無理です。先生！姉さん、僕ダランベールの娘に会ったよ。彼女はもう僕のことなんてまるで覚えていないみたいだった。それどころか妙に気に入られたみたいなんだ。おかしいだろ。
僕が絶対に取り戻すよ。そしてあの男に僕たち家族を陥れた報いを受けさせてやるんだ。それではまたお会いできる日を楽しみに。オフオフオイルーム、いるすぎ、もうダメじゃ、死にたい。千夏が何か相談があるって言っていたな。確かそうじゃのう。そろそろガマ99個取ってきたらまた来る。大丈夫だ、ジャンプにしろよ。せいぜいケイスケを探せとかそんなんだろ。来てくれてありがとう。挨拶はいいから何か食べさせてくださいにょん。実は私ね、わからなくなってきたんだ。私にもわかりません。なんでスターオーシャンまでパチスロにする必要があるんですか。ケイスケのことを思って劇団に入団させたけど、それって本当にいいことだったのかな。ケイスケ、演劇にあまり興味を持てないまま最後は劇団を飛び出していったわ。それにケイスケがいなくなった今になって私たちの舞台は認められ始めている。もしかして私のしたことって全部余計なことだったのかな。余計なことはしすぎるほどいいよってマサムネさんも言ってたよ。どうでもいいけど今回の格好微妙じゃね。ケイスケも劇団も迷惑な話だったろうな。そうだよ、はっきり言うね。でもそうなんだろうね。ケイスケはウリンのアナルガンボリしたいんだって。もし劇団に入団してなかったらパチプロになるなんて言い出すこともなかったかも。ケイスケに無理に演劇を続けろなんてもう私も言うつもりはないわ。だけどパチプロになることだけは諦めてほしいのよ。そりゃ確かにそうだ。じゃあケイスケにオードの実況任せようにょん。このままだといつか取り返しのつかないことになる気がするの。ごめんね、こんな話あなたしか相談できる人がいなくて。確かに同情はするがな、そんな試練フィデレに振り回されるより全然マシだぜ。他に友達がいないのか、かわいそうに。違うわよ、こんな話他の劇団の人たちには相談しにくいでしょ。相談するならいいおじさん知ってるよ。でも至急メールくれ。ありがとう、あなたに相談して少し気が楽になったわ。ケイスケは今天狗議長にいるのね。一度会って話をしてみようかな。行くかは言ってない。明日の朝には電車で天狗議長に行けるようになるはずだし。相談に乗ってくれてありがとう、星さん。これで天狗議長に行けるわけだな。ケイスケもそのうち新規準期に絶望して千夏の元に帰ってくるにょん。おっと、そういえばさやかが人を呼びしちゃおっかなとか言ってたよな。なんか八原高校にプールができたらしいっすよ。とりあえず行ってみる。トナカイ。ほほう、こんなところにプールができていたとは。その代わり校舎の中には入れなくなっちゃったんすけどね。機械回しにしてもこの工夫、九条和馬さんはプログラマーの鏡にょん。いたぜ、さやかが。ほほう。そういえば水着持ってないにょん。下半身も脱いじゃう？お？使用済みなんですか？なんかホモギミで適当な展開にょん。やったにょん。これであの男の再現が序盤からできるにょん。じゃ、着替えるか。トナカイ。なんじゃこのプール。なんか濁ってて臭そう。夕方かわいい。なんか寂しいプールっすね。とりあえずミュージックチェンジでもしとけ。チェンジしたはいいけど、なんか違わないっすかこれ。青より青くの中
あれ？どうしたヨウム？今水の中で地上と同じ動きをしている奴がいたよん。まさかもうこ水中東方の主要を。ねえよ。監禁ってそこに座ってる人。よくわからんな。後で近くに行ってみるか。無敵でいいっすね。でもこの国やっぱりなんか寂しいよん。トナカイ。はぁ、冷たくて気持ちが良かったわね。え？ついでにションベンしちゃったけどバレなきゃ OK？ 星くん、今日で2回目の舞台だったけど演技は楽しい？楽しいわけないだろ。むしろ苦痛だよ。あら、私は舞台ほど面白いものは他にないと思ってるわ。一度舞台に立つ快感を知ったら、病みつきになってやめられなくなるの。出演したのは一度だけです。2本取りだったんです。そうなったら私みたいにこの世界から抜け出せなくなるわ。星くんはうちの劇団に入るつもりはないの？嫌だよ演劇なんて。もうゴリゴリさ、やめられないんだよな。あら、もったいないわ。あなた光るものを持ってると思うのに。本当はパチパラみたいなゆるいゲームの実況がいいんです。あなたには普通の人とは違う雰囲気があるわ。共演しているとすごく刺激を受けるの。まあ普通じゃないな。できればあなたとはこれからも一緒に舞台を作っていきたいわ。今日はあなたとゆっくり話せてよかった。入団のこと考えておいてね。演劇か。このゲームパチンコせずにクリアとかあれば自由なんすけどね。まあ水着も手に入ったことだし、明日天空議長に行ってみようぜ。じゃあ明日はカレー食べに行こうよん。それと牛丼やとそれもな味で、あのネタもやりたいし。なんじゃ。危険ですからプールサイドを走らないでください。どうしようかな、今のことな。チッ、キデがいるよん。確かにあいつ水泳とかやってそうな体だったな。今度から気をつけてくださいね。足に走るすぐ。あいつが守ってあげたいタイプか。私、おじさんの方が好きなんすけど。プールサイド走るなって言うけど、このゲーム歩くの結構難しいんだよ。絵になるようにプレイするの結構手間がかかるんすよ。子供たちの前なんですよ。大人のあなたがルールを守らなくてどうするんですか。走り走るぞ。今度また走ることがあれば、残念ですが退場していただきます。バスク大佐も舞台から退場させられたような確か。チッ、それはあの同じ言ってたからな。なんかこいつ生意気にょん。おじさんに抱きされろ。走るなだってよ。今度は用心して歩きましょう。暴れるな、暴れるな。誰みたいですか。僕はここでライフセーバーのアルバイトをしている那須俊介と申します。何お前もっこりさせてんだよ。お前ホモか。プールって本当に楽しいですよね。つい走り出したくなる気持ちもわかります。今通ったやつがキラキラ見てたよ。ルールを守らないと命に関わる危険がたくさんあるのも事実なんです。申し訳ありませんが、これ以上見過ごすわけにはいきません。今日はお帰りください。あっそ、今度おじさん呼んできてやるにょん。ちなみにこのイベントの後は走ろうが泥酔してようが注意されません。
泥酔してプールの方がよっぽど命に関わると思うんだがな。メタルギアみたいにゲロ吐けたら面白いのに。まあいいや、今日は疲れたから帰ろうぜ。トナカイ。もうお使いは嫌です。じゃあいっか。とその前におみくじでも引きましょう。おお、前作にいた春日美咲じゃないか。ついにモブに降格したか。さて結果は。ちなみに今日を引いてもペナルティはありません。時間が変わることに全然引きましょう。トナカイ。そして切符を購入しましてっと。いざ出発。ちなみに作者は、最近全然テレビ見ないから誰が誰だか全然わからないそうです。この人最近まで知らなかったらしいっすよ。大丈夫だ。来年にはそのネタ誰にもわからないになってる。彼は見つかりませんか？また黒服どもがいるにょん。見つかると面倒だな。この辺りで。奴を見かけたという人間はいないようです。せめてカレーを食べるまでコソコソしてようにょん。念のためパチンコ屋も探したんですが、生意気そうなガキしかいませんでした。他の場所を探してみましょう。この町に来ているのは間違いありません。おお、やばかったやばかった。これだけ目立つ格好でも見つからないんだな。完璧なカモフラージュにょん。久しぶりだな天空議長。何か変わったところあるんすかね。まあいいや、そんなことよりカレー食べようにょん。あ、こんなところに駐車場なんてあったか。カレー屋さん閉店しちゃったのかな。トナカイ。カレーは後回しだ。とりあえずパチ屋に行ってみようぜ。カレー屋さんを引っ越ししちゃったのかな。パチンコ勝負に負けたんですかね。コモビの撮影かもしれんぞ。銀玉ひなわ銃のヤスも案外大したことねえな。おや、この黒いのはもしかしてケイスケなのかな。いやー、ケイスケさんお見事な腕前ですね。金田のクソハゲ本作ではちゃんと喋るな。金田さんよ、俺はでっかく稼ぎてんだ。簡単な仕事でもらえる仕事があるんだけど。次はこんな雑魚じゃなくてもっと強いパチプロを用意してくれ。この俺が雑魚だと。意味なし。前作で散々苦しめやがって。彼が相手では黒い稲妻には不足でした。黒い稲妻。シリークロス。わかりました。次はもっと強い相手との勝負をご用意いたします。神谷呼んでこい。頼んだぞ。頼むよ。なんか完成です。これから何が始まると思う。ヤスがケツ突き出してるだろ。3人で一時艦長軍を入れてやり始めるにゃ。ケースケ、ずいぶん悪趣味な格好をしてるな。お前もとりあえず抜け。ちょうどと肩のおっさんもいることだし。なんだと。ねえ、俺の趣味にケチつけるつもりか。チキンラーメンの化け物みたいな色しやがって。俺はもう黒い稲妻のケースケだ。劇団に戻るつもりはねえよ。松本忠さん。それは青い稲妻。じゃあコマンドウルフ。それは黒い稲妻。九条一馬さんと糸引きなんすかね。冗談じゃねえ。さっきの商売まぐれだ。次はあんな小僧に負けやしねえよ。いきなり撃ってるな。お前は地下強制労働施設行きだ。てめえはよく覚えてたな。今はホモビのスターニョン。えい、まさか俺のことを忘れちゃいねえだろ。忘れるかよ、あんな手間かけさせておいて。オードより面倒くさかった。正直にそう思う。俺はヤス、銀玉ひなわ銃のヤスだ。うっせーよ、トキン。俺のケツにとりあえずキスしろ。俺と勝負しろ。なんだと。
また手間が増えるよん。今のお前に流れはない。キリワが肝心じゃぞ。ゴッドツモローが粘りすぎて全のまれってこともあるんだぞ。どっかのバカだろそれ。別にいいけど、わざと負けた方がいいのか。今思えばそれの方が面白かったんすかね。ふざけんな、全力でかかってきやがれ。田村健三さんみたいに痛いがいいな。このまま勝負してもつまらねえ。お互いのメンツをかけようじゃねえか。どんどんフラグ立ててます。とりあえず坊主で土下座でいいか。熱くなったところでパチンコには勝てないのん。負けた方が坊主頭になって土下座をするんだ。下の毛も全剃りだぞ。上等だぞ。それじゃあ始めようぜ。アーメンとって、お願いします。ルールはいつもと一緒です。しかし今朝引いたおみくじで強が出たしな。意外に苦戦するかもな。大丈夫っすよ、もう勝利は確定してます。そういえばさっきからトナカイトナカイ言ってるけど、なんなんだ。皆さんは覚えてないですかね。ハローさんがスーパートナカイバージョン、ご存知いろいろ言ったけど、やっぱり裏のものとキャラクターの頃が最高やったね。これがラジオのとどめになる。選択肢が豊富だな。今回ツバを吐きかけるがないよん。まあこんな途中にタブるだけ時間の無駄だしな。じゃあとりあえず一番下の選択肢を選んどく。これ、何かの撮影か何かか。お久しぶりですね。腕はなまっていないようで安心しましたよ。もうリンリンだぞ。覚えていらっしゃいませんか。私の金田ですよ。少しは音量上がったみたいだな。この天空町界隈での第一職を取り仕切らせていただいています。先ほど黒い稲妻と話をしていました。どうやらお知り合いのようですね。この日にでてもらおうと思って。お姉さんとの交際を認めてもらいたいんだ。彼にお姉さんが、それは初耳ですね。ですが、もしパチンコ勝負で許しを得る話でもなれば、あなたでも油断はできません。そうか、神愛情だったら考えますけどね。それはあまり期待をしていなかったんですが、鹿の尾は飛び飛び落とす勢いですからね。それよりも久しぶりに大きく死ぬことはありません。逆に後で松原のじいちゃん探してくるよ。私を通していただけるなら、直接勝負をするより数倍高いファイトマネーをお支払いしますよ。黒い稲妻とのマッチメイクを行うことも、どうです、私にあなたのマッチメイクを任せてもらえませんかね。なんか面倒くさそうだな。とりあえずパス。それともうちょっと大きい声で喋れ。あんたみたいな怪しい奴は信用できないな。仕方ありません。
今日のところは私はいつでもこの店にいますけど、気が変わったそれで。それではまたお会いできる日を楽しみに。オフオフカレー屋さんにどん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 。らっしゃい。こっちに移動したのか。あれ、前作だと美味しそうなカレーの匂いがしていたのに、なんか臭いにょん。なんか嫌な予感がするのをよーむ。奥で作ってる音が聞こえるにょん。いらっしゃっていいですか。うん、さて味は。たけしの戦国風雲寺じゃあるまいし、うんこカレーで体力が回復するわけないだろ。いい加減にしろ。そのネタ誰にもわからない。なんか腹立ってきたにょん。ジャコパチプロ狩りでもしようにょん。あ、これお前も糞尿レストランに案内してやるってんだルルを。もちろん勝負してやるが、パチンコ部分は全部勝っただ。とりあえずお前は剣木の河原でドブまみれな。せーの、イカ略。もはやパチンコ部分は空気なんだよな。意外に深いんだなこのドブ川。やっぱパチンコ部分カットしちゃうと寂しいっすね。しかしカットした方が動画的にはすっきりはっきりわかんだね。さてと、新しい部屋の鍵でも手に入れておくか。そういえば作者の地元のパチ屋の景品で大量のファミコンソフトが景品に出されているお店があるそうです。ベースボールが10日で2000円してお前ふざけてんのか。さてと、電気技場をもう少し探検してみよう。あれ、こんなところあったっけ前作に。なんじゃこのいかがわしい雰囲気の場所は。もしかして特殊浴場でもあるのかな。前作にあったあれか。でもどっちかっていうとキャバクラじゃねえのかこれ。キャバクラ遊びといえば言うがごとくなんですけど、九条一馬さん影響受けたんですかね。あっちでもパチスロが打てるミニゲームあったよな。オスがいるお店って売り線でもあるの。ホストクラブじゃねえのか。でも男だしな。もしかしてホストになれるんじゃないの今作では。前作だと女主人公だとホステスになれたしな。刺激的なショーって。マーメイド。ハイバーの人魚どこ行っちゃったんすかね。あれ以来出てこないんすけど。プリンと被るからじゃねえの。髪の色的に。そこのお兄さん、いい子がいるよ。すごい子って、不倫のアナルをガッツンガッツンできるお店。でも特殊浴場はないんだよな。今回一般芸なんだから特殊浴場再現するの無理だろう。今日はもう寝ようぜ。大事なことを忘れてるにょん。またやんのかよ。だってこのネタやりたいがためにパチパラやってるようなものだし。そして翌日、金田のクソハゲのマッチメイクを受けるためにパチ屋にやってきたのだ。私に大打ちのマッチメイクを任せていただく決心がついたのです、ね、イベント進まねえしな。そういえばケイスケあれからどこ行ったんすかね。コモリに出てもらおうと思ってたのに。はい、ぜひお願いします。おお、そうですか、ありがとうございます。すぐにマッチメイクを行いましょう。明日の夕方、この店に来てください。夕方か。それでは、お待ちしています。どうするマリサ、どっかで時間潰してくる。売りも面倒くせえしな、取り物味でも行くか。なんて、イベントか。よう、久しぶりだな。
犬の兄貴にょん。相変わらずのイケボだな。なんか野獣のような寝つきしてるにょん。ホモになっちゃったのかな。とりあえずシナバックでとっか。秋山殿のお父さんじゃないの。伝説の修理屋かもしれねえぞ。あんたは誰だ。おいおい、何度も助けてもらった恩人にそれはないんじゃないか。言ってよ銀河スパーク。もう一度だけ言ってやる。俺は犬に言って。それにしても相変わらずにぎやかな勝負をしているな。本当は穴子とか派手な台じゃなく花々みたいな地味なやつが好きなんです。ずいぶんと炙りが良さそうじゃん。いいところに来た。は？ブロックにょん。おい、こっちだ。よ、またか犬の兄貴はブロックの仲間なのか。あんたらが探しているのはこいつだろ。仲間を言うとかこのクズにょん。ようやく会えました。まずいでこれは。とりあえず逃げようにょん。窓の木で歩いてネットバトル引くまでは捕まるわけにはいかないにょん。おっと、どこに行くつもりだ。逃がしはしないぜ。本当はのんけなんですよ。知りだけはやめてください。楽しんでこいよ。じゃあな。ああ、これで私たちもプラネアール笹塚行くか。ひでくま調教師に調教されちゃうの。まあ踊りましそうだからそれもいいかな。さーて、おとなしくついてきてもらおうか。歓楽街の大通りでこんな人の運作があるってのに、警察は何やってるんだ。それにしてもこの展開って、カイジが遠藤さんに連れて行かれるシーンにそっくりじゃない。じゃあ地下施設行くか。コモリも嫌だけど働くのはもっと嫌です。お前、あんなふざけた真似をしておいてよくも堂々とパチンコなんざ打ってられるな。違います、普段はパチスロ打ってます。行きがくせんだよ兄ちゃん。お前オリラジの中田かよ。とりあえずヒーロー三国志の攻略校教えるからお願い許して。ふざけた真似って何のことだ。もちろんあなたがパチンコ勝負でしでかした八百長のことですよ。ああ、冒頭の部分の話か。一年前のことなんて忘れてた。ちょ、チンコ触るのやめてもらっていいですか。この仮面が何よりの証拠だ。とぼけおったってそうはいかないからな。それは新聞記者から盗んできたやつだ。幻想郷最速の座を奪われたのが悔しくてな。悪いけど何も覚えてないんだ。往生際が悪いですね。忘れたというなら思い出してもらうまでです。とりあえず天狗の花を加えれば許していただけるんですね。お前たちは何者だ。ファンの一人ってわけじゃなさそうにょん。やはり AI グループの黒服か、それとも蔵前か。私たちはある人に雇われてあなたを探していたんですよ。ある人だと。まさかお前らバリハークの手下パチトラにまで追ってくるとは何事だ貴様ら。俺が悪かった。け、泣いて謝れば許してもらえると思ってるのか。やばいぜこれは。雇い主は絶対おじさんにょん。今さら謝ったところで手遅れです。諦めることですね。お前は恐ろしい人を怒らせたんだよ。無事に帰れると思うな。本当に怒らせちゃったね俺のことね。おじさんのこと本当に怒らせちゃったね。こいつが雇い主か。すみません、ちょっとよろしいですか。どっかで聞いた声にょん。何ですか。あのちょっと道に迷っちゃって。私ソルモナージュに行きたいんですけど。さやかさんにょん。ソルモナージュに行くかか勇気あるな。さやかさん、ソルモナージュなら
この道を。どっちですか？ですからこっちの道をですね。こっちですね。お前はおとなしくしてろよ。チャンスじゃねえのこれ。とりあえず逃げとく。お尻を掘られるのは勘弁よん。逃げるって言っても道塞がっちゃってるし、どうしよっかな。なぜかこんなところにはしごがあるぜ。でもこのシャドウ側じゃなかったっけ。でもこのまま進んだら服が汚れちゃうよん。これで大丈夫。さやかさんのおかげで助かったよん。後でソルモナージでアイスティーをご馳走してあげようよん。ダイソル素材か。今はそれどころじゃなかろう。さっさと逃げんと。車に轢かれそうなんですが、それは。ここまで来ればもう大丈夫よ。さやかさん、度胸あるじゃねえか。こんな変態と街中で堂々と話せるなんて。さやかさんを見てたらこっちまでドキドキしたよ。なかなかの演技だったでしょ。セイバー姉貴に匹敵する名演技だったの。バイトに行く途中にあなたが車の中に押し込められるのを見かけちゃったの。でも驚いたわ。まさかあなたがパチプロだったなんて。違う、俺はパチプロなんかじゃない。ユーファニックでストップボタン攻略やってたのは私じゃありません。産業もあの頃は熱かったよな。とぼけなくていいわ。あなたたちが車の中でしていた話を聞いちゃったの。千夏がパチプロを嫌っていたから言いにくかったんでしょ。でも道理で普通の人とは違う雰囲気があると思ったわ。裸でうろつける度胸があるからな。大丈夫。あなたがパチプロだってことは千夏には秘密にしておくわ。それじゃあ私そろそろ行くわ。また見つからないように気をつけてね。そうだ、さっきの車のそばでこの仮面を拾ったの。それか。夜のお供にどうぞ。さっきの人たちこの仮面を見てあなたが探してる相手だと確信したみたいだったわ。このまま持っていてもいいことはなさそうだし、私の方で処分しておくわね。やっぱり使うみたいだな。それじゃあね、星くん。それにしても二人とも、いくら夏とはいえ寒くないんすかね。といったところで今回はここまで。こうなったのも犬の兄貴のせいよん。今度兄貴がゴッド引いたら、後ろから忍び寄って右から押しちゃってペナクラ食らわしてやろうよん。それでは、またお会いできる日を楽しみに。おっとおっと。前回はひどい目にあったよん。危うくプラネアール捧ぐ回帰になるところだったよん。ところでなんでシャケ持って朝の。じゃなかった劇団朝顔の稽古場に来たの。いくらクズプレイと言ってもピンチを救ってくれたんだ。お礼ぐらいは言っとこうぜ。あ、おっすさやかさん。ねえ、ちょっとこっちに来て。話があるの。話？松屋紹介とか東京タブコの台について語り合いたいの。もうねえじゃねえか、そのメーカー。どうしてその名前を。弱みを握られちゃった感じですかね。いいから早く早く。私あれからあなたのことがどうしても気になっていろいろ調べてみたの。
喋ったのは桜子だな。あなたすごく有名なパチプロだったのね。パチンコ屋さんで聞いたらすぐに分かったわ。この流れはまさか。またドロドロ玉集めするの。仕方がない。秘密を知られた以上生かしてはおけないな。じゃあ死のうか。ごめんなさい、許してね。もう許せるか。今日はね、凄腕パチプロさんに教えてほしいことがあるの。え、何？もうセクシーって。何でもパチンコ勝負っていう真剣勝負があるって聞いたんだけど。どこか実機打てばわかりますけど、あんなポンポン当たりませんからね。そんなすごい勝負の前はどうやって緊張をほぐしているのかしら。オイル塗ってほぐしとく。オイル塗ろうか。やるわ。ありがとうございます。大切な人の顔を思い浮かべるんだ。お前じゃないよ。あ、それって前に私が話した舞台前に緊張をほぐす方法よね。嬉しい、覚えていてくれたんだ。あれね、私あなたの顔を思い浮かべることにしてるの。私にとって一番自分の演技を見てほしい人、一番大切な人、それがあなたなの。それじゃあ私は稽古に戻るわね。はい、これ私の電話番号。よかったら今度お食事にでも誘ってね。電話番号ゲットニョン。かつてないほど簡単に手に入ったな。物語の途中だけど。やっちゃう、彼氏彼女プレイ。前作だとエンディング後にあったからな。今作はエンディング前にイベント進めるのもいいかもしれんな。トナカイ。水のように優しく、花のように激しく。夜にするなら細腰の女子の連絡系。おお、待っていましたよ。紫創造参上。あなたの出場を聞いて、あなたに大勢かけていますよ。今回は大島のクソホモも出場するにょんか。今のところは、黒い稲妻と人気を二分していますね。ケイスケか。おや、その黒い稲妻が来たようですね。ケイスケからしマヨネーズ味新発売。お待ちしていましたよ、ケイスケさん。今日は強いパチプロを用意したんだろうな。この前みたいな雑魚じゃ困るぞ。もちろんです。今日は一人名打てのパチプロをお呼びしてありますよ。そいつは楽しみ。ところでなんでこいつがここにいるんだ。こんな時まで姉ちゃんのお使いが。なぜ変装がバレてるのかな。筋肉マンだったら絶対バレないと思うんだけど。その偉そうな鼻を消し降りに来たんだ。負けたらお前これ何してるよ。てめえ何の冗談だ。ケイスケさん、彼が今日の対戦相手ですよ。こいつが冗談だろ。という名のパチプロ、あなたも聞いたことはあるでしょう。彼がそのパチプロですよ。驚く形なくに似てるな。なんとなくやっぱ兄弟なんすね。格の違いを見せつけてやるぜ。負けたらここでおまみんなウリンのお尻を貸してやってもいいぞ。あんたがパチプロだったとすっかり騙されたぞ。このは嘘つき普通だな。格の違いを知るのはてめえの方だ。ぶっ潰してやるから覚悟しな。威勢のいいことで。面白い勝負になりそうですね。それではお二人とも席に着いてください。他の人は。今日は絶対に負けられない。
俺だっていつまでも下位ランクにいられるかよ。おや、ヤスの声と一緒か。今回は隠しな。あんたに勝って一気にのし上がらせてもらうぜ。この企画、長谷部義明が乗り移ったもんか。確かに声一緒だからな。こんな雑魚ども相手じゃ勝って当然だな。そうだよ。それではパチンコバトルロイヤル始め。お願いします。ルールはいつもと一緒です。というよりもお話すことがないんだよな。というわけでいつもお世話になっている野田村一一の仲間に感謝の気持ちを込めてスペシャル花様メドレーをお送りします。この動画で使っているみの物語系の音楽は大体野田村様の動画をお借りしています。せっかくなので野田村様が見ていてくれていたら聞いてみたいです。野田村様はマリン派、ブリン派、ワリン派、作者はやっぱりマリン派らしいです。赤川美咲さんの棒読みが好きなんだとか。中の人46歳なんだよな。ちょっとびっくり。考えてみると海の物語シリーズは不思議な題ですね。ターゲットはジジババなのにどんどん演出は物体方向に行ってる気がするんですが、それはよく考えたら水着も女を一日中眺めてるんだものな。あとどこ狙いなのかさっぱりわからない。微妙なタイアップもある意味魅力の一つでしょうか。微妙な結果に終わったアニメ版とかな。そこで皆さんに聞きたい、皆さんは海物語シリーズ好きですか。もう一歩武器持たせてバトルものにしてまえよ。やっぱり保留変化待ちの代より、海シリーズがパチンコは一番楽しいと思います。まあ海シリーズが復活すればこの不運6も復活するかもしれないしな。復活するなら九条一馬さん率いるグランゼーラに作ってほしいにょん。DS で出ていたパチパラシリーズはエロゲーのテキストを増すだけのなんとも味気ないものだったからな。このパチンコで何でも解決のオープンワールドゲー需要は絶対あると思います。まあパチンコじゃなくてもいいと思うが、新作はやってみたいよな。せーの、イカ略。やっぱりパチンコ部分は見せ場ねえじゃねえか。勝負あり。勝者さっきまでの威勢はどうしたんだ。お前ふにゃふにゃだぞ。意外に根性なしだな。さあ覚えてろ、今日の借りは必ず返せ。ザコっぽい。むしろお前はマリさんで言った方がいいんじゃない。黄色いし。あんたもせいぜい自分がパチプロだって姉ちゃんにバレないように気をつけな。そこかよ。姉ちゃんのパチプロ嫌いは相当なもんだぜ。あんただけ特別扱いしてもらえると思うなよ。行っちゃったもん。チクシュー、覚えてやがる。あ、お前らまだいたのか。うん、またこんな若造に負けてしまった。パチンコは年関係ないっすよ。いや、あの黒い稲妻を寄せつけないと。さすがですね。それではどうぞお受け取りください。今回のファイトのモード5万玉か。新基準ではまず無理でしょうね。奇跡的な引きがない限りは。この天国町界隈で勝負をしたいときはまた私に声をかけてください。それではお疲れ様でした。あー疲れたぜ。牛丼でも食べて帰ろうにょん。よう、元気そうじゃねえか。犬の兄貴。おかげでひどい目にあったにょん。今すぐ味噌汁と卵付きのスタミナセットを持って。犬の兄貴はなぜこいつを売ったんだ。大坊みたいに自分を売って兄貴ふむけのやつによく出てるじゃないですか。ところで今回の格好なんなんだ。ジェロニモの育ての親のシャイアン宗教をイメージしたそうです。
よくも俺を撃ったな。ずいぶんなまってるようだったから気を利かせてやったんだ。イムイ先輩、それでも超人面か。なかなかいい茶構えになってるぜ。たまには修羅場を味わうのもいいもんだろう。修羅場は大場でたったんだぜ。無事だったんだからいいじゃないか。とりあえずこっち来いよ。人気のないトイレニョンか。兄貴の鉄の中でしょんべんしてやるニョン。嫌な予感しないかヨウム。また無限チャーハンニョン。チャーハンは九条一馬さんの大好物。お前なんで黒服の連中に狙われてるんだ。スカウトじゃないの、あの人たち。撮影に協力しないでギャラだけもらって帰ったのがまずかったのかも。連中は俺の熱狂的なファンなんだ。あの二人がか。とてもそうは見えなかったけどな。最近注射がバレて狙われているバカなパチプロがいるって話を聞いたんだよな。注射。兄貴もパイオニアの大好きなんすね。大と音響の大も注射で過激なやつがいっぱいあったにょん。昔話になっちまったな。そのパチプロお前なんだろ。さすが兄貴。やっぱり青鳥やってたんすかね。まあ毎回こんな必死出れば出入り禁止は確実にょん。こんな出来心だったんだ。当時は若くお金が必要でした。僕はのんけじゃない、それだけははっきりと伝えたかった。まったく歯切れの悪いやつだな。バレたことが今になって答えてきたのか。そうなのかな。ただの投資コーチ。注射は打てば打つほど弱くなっちゃう。ササリラリーは注射を打てば打つほど過激になっていきましたけど、あと初代リノ、現行機のリノも正規品なのになかなか過激です。なぜか今になって設置が増えてるんだよな。本当に強くなりたいのなら、この先注射には手を出さないことだ。裏物を一度知ってしまうとジャブなんてやってられないっすよ。この話はこれでしまいだ。そういえばお前、黒い稲妻とかいうパチプロと知り合いみたいだな。コモビに出てもらおうと思って。最近よく町外れの大抜き通りをうろついてるらしいぜ。あの怪しい風俗街のことか。ずいぶん景気良さそうにしているって話だ。まったくガキのくせに。じゃあな、ごちそうさん。やっぱりな。え？さっきの勝負でたっぷり稼いだんだろう。同業者には優しくするもんだぜ。あの木が一番のクズニョン。といったところで今回はここまで。なんかいろいろむちゃくちゃにょん。圭介捕まえて次回は裸で土下座させてやるにょん。それではまたお会いできる日を楽しみに。ふひ。やっぱりやるの彼女攻略。今さらストーリーだけ見たいなんて視聴者様はサドル動画では存在しない。パチパラはがっつり寄り道して思いっきりディープに行くぞ。ストーリーだけ知りたければ実況のやつたくさんあるしね。他のやつ見てどうぞ。そうと決まれば早速さやかさんに電話だ。今作ではデートできる場所も増えたみたいっすよ。そこもがっつり掘り下げていきましょう。もしもし、望月です。まあいいわね、行きましょう。どこ行く？さあどこへ行きましょうか。楽しみね。おや、パチンコ屋に誘うってのがあるぞ。さやかだけに麻雀物語でも売っちゃう。麻雀物語はダメだ。風上彩香の声聞くと作者が怯える。まだまだ間に合ってんの。へえ、いいわね、行きましょうか。すごい音ね。ボタンの音量が最大になります。安定の台だろ。あのメーカー頭おかしいんじゃねえか。パチンコのことについて聞いてみようにょん。特大のストレーのビビビットビットオペレーションのパチスローが不参用についてと思います。やっぱりこの人に不参用。ちょっと打ってみる。
ああこれ連れ落ちか。ルールの説明、先に1500玉到達が終了条件です。ちなみに対戦相手はみんなパチンコやりませんのでクッソ弱いです。それより問題はこのスーパー海物語in沖縄 SAD。ちょっと挙動おかしすぎんよ。何かあったのか。ちょっとこれをご覧ください。なんか急にの挙動がおかしいんすよ。まずは激アツであるはずの最終人格戦、SP をご覧ください。これもどこがおかしいんだ。この段階ではワニ性のリーチを示唆しています。にもかかわらずマリンちゃんリーチに行ったら、高速崩れで大当たり確定だろ。行くわよ。外れました。この大ヒットと違い、本当に SP で当たらないんすよ。どうやら大当たりの挙動はミドルに近い気がします。このゲームで稼ぎをするときはミドルの方でしましょう。せーの、イカ略。ちなみにパチンコデートはほとんどの彼女候補が嫌がります。しかも時間もかかる。パチンコはデート場所に向かないってはっきり分かんだね。他の場所にも行ってみようぜ。楽しくなってきたわね。次はどこに行きましょうか。とりあえずいつものネタやりに行く。あ、嬉しい。そこあなたと行ってみたかったんだ。遠方でデートだか。一緒に入れたらよかったのに。なんてね。大丈夫ださやかさん。巨大加湿器のある風呂に後で入れてやるからよ。そして戦闘の定番、ゼルゲンを投げてもらいましょう。行くわよ。なんかリーチの掛け声みたいだな。もうさ、パチパラをパチンコにしちゃえばいいと思うよ。次は中華行っちゃいます。楽しくなってきたわね。次はどこに行きましょうか。大島のクソホモと来たっけな。あいつ今何してるんすかね。富坂市でタクシー運転手してたりして。絶対絶命としか。ちょっとあなた無理してない？すごく高そうよここ。大丈夫っすよ、払うのさやかさんですから。しかし、おごらしたら好感度下がりそうだが。年上の彼氏彼女候補はおごらした方が好感度が上がるらしいっすよ。じゃあとりあえずペルセポネのスープだ。10日で4万円です。お金持ってなかったら体で払えば、店主の優さんで復帰があるってもっぱらの噂みょん。ええ、そうしましょう。たとえ100万貯まっちゃっても払ってくれます。私はお使いで疲れてるの。ペルセポネのスープぐらいタダで食べさせてくれてもいいでしょ。今日はこんなところか。あら、もうこんな時間ね。そろそろ帰らないと。送ってくれてありがとう。今日はとっても楽しかったわ。告白は明日にしましょう。一発じゃなかなか起きないんすよこのゲーム。トナカイ、まだまだ夜は長い。天空島でちょっと遊んでいくか。あ、ここキャバクラがあるところにょん。まだ稼ぎもしてないし、玉は大丈夫か。本物みたいにややこしい料金設定じゃないから大丈夫っすよ。いらっしゃい。なんじゃここ、出玉町のスケアクロウとあんまり変わんねえじゃねえかよ。どっちかっていうとキャバクラというよりクラブに近い感じか。よくわかんないっすけど、キャバクラにミルクって置いてあるんすかね。まあいいや、とりあえずビール。酒をしこたま飲んでから王道やり始めたにゃ。おお、前作に引き続きスケベ社長も続投か。こっちは金持ってなさそうなサラリーマンたちですね。どうでもいいが全然楽しそうじゃないなこいつら。そういえばラブ城って台があったんですけど、未消化と間違うくらいみんな棒読みです。そんなことより、姉ちゃん呼ぼうぜ。こんばんは。オスオス。とりあえず俺のしゃぶれ。あやかです。よろしくお願いします。あやかにさやかか。麻雀物語であるまいし。
口がっつり飲んで腹の中がパンパンなんだが。白ってこい汁をくれやす。お客さん、お名前は？うん、この綾香とかいう姉ちゃん、なんか違和感感じないか。よろしく。かっこいい名前ですね。作者はキャバクラ行ったことないからよくわかんないらしいんですけど、こんな感じなんですかね、キャバクラって。お仕事は何をしてるんですか？主にゲーム系のビデオアクターをしています。俺は大学生なんだ。学生です。学生さんなんですか。頭がいいんですね。どっかの学園都市にいる学生や住民はみんな狂ってたけどな。彩香さん、ママがお呼びです。はい。今日はすみませんでした。気にするな。それじゃあ失礼します。面白そうだし、彩香のイベントも掘り下げようみょん。まだまだ遊び足りないぜ。今日は面倒くさがりのマリサがどうしちゃったの？最近ストレスが溜まりまくっていてな。わかります、その気持ち。吉川のクソ豚か、よくこりもせずに合コンしてるな。ちょっとからかいに行ってみる。グレンか、作者があのネタやりたいって言ってるけど、好きにすればいいが、どうせ誰にもわからないと思うぜ。らっしゃい。くっそしょぼい焼肉屋だけど、音楽だけはなかなかいいじゃないの。焼肉グレンだからグレンか、だからそのネタ誰にもわからないって言ってんじゃねえかよ。桜子がいますね。意外に積極的なのか。ただ酒飲むのが好きなんじゃない？隣のオレンジ色の姉ちゃん初めて見るな。やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。そんなことよりパイオニアの裏物について語り合おう。それともお前マハか。マックスアライドかもしれないぜ。リカコか。あのエクセントリック美容室で働いてます。公約難易度は低いらしいっすよ。ところでこの音楽いつまで続けるんだ？もうすぐグレンからカブトに変わりますよ。スースー、ご存知桜子です。今回は電話番号ゲットはちょっと長い道のりになりました。まあ今更言うのもなんだが、なんでいつも裸で来る？ネタに詰まるとついビキニになっちゃうんだ。ところでこの音楽がカブトの音楽か。4後期時代のパイオニアとヤマサの音楽は神かかっていました。今のヤマサはウィッチマスターとか屈星大出してますけど、作者がよくやってる戦国乙女の方が屈星大じゃねえの？こいつの髪型は自由自在ですからね。陰のキャラを再現させるの面倒くさいんすよ。まあいいや、吉川のクソ豚をトイレに呼び出して、ケツの中でしょんべんするの。クソとしょんべんがズルズルして気持ちがいい。どうすっかな。二人ともやっちまおうみょん。前作でキュウリを入れ損ねたし、今回はウツボくんぶち込んでやろうみょん。あの王様ゲームか。なんか微妙な空気になっちゃったもん。とりあえず拍手しとく。というより、いつまでやんだよこの音楽。大桜子、金富士バージョンについてどう思う？ついに演歌歌うらしいぞ。誰かそろそろ作業を止めろよ。
約1万か。なんかこの合コン非常に虚しかった気がする。じゃあね。そして翌日、虎の穴にある住人のプールにやってきたのだ。ここのプール、前に一度はあなたと動いたのね。ところで南北娘が出てからもう11年経つんすね。時の流れは残酷だぜ。今作はミリオンホテルのプールなくなっちゃったんすよね。水の掛け合いができないのか。あの絵シュールで好きだったんだけどな。あ、ヒゲのやつまだいるもん。トナカイ。さあいよいよ告白タイムです。失敗したらかける2な。失敗したらかける2。夏祭りか、いいわねこの雰囲気。告白前にワンワンが出ないことを祈りましょう。しつけーぞ、まだやんのかよ。お金を入れる音じゃなくてパチンコ玉入れる音になってるところに九条一馬さんのこだわりを感じますね。さあいよいよ。ちょっとだけ考えさせてほしいな。ごめんね。何かいけねえってんだよ。送ってくれてありがとう。今日はとっても楽しかったわ。あ、清潔度に問題があったみたいにょん。じゃあ失敗しました。おったまいったまい、顔中クソまみれにょん。今度は大丈夫だろうな。お前のことも好きだったんだ。嬉しい。私もよ。大事なこと忘れてたのん。暴れるなよ、暴れるなよ。スクワ。あ、ついにさやかさんをお持ち帰り。次回からはイベントだけ見せてさ、デート部分はダイジェストやってもらってさ、終わりでいいんじゃない？じゃあ、手をつないで帰りましょう。お邪魔します。ちょっと緊張しちゃうわね。またかよ。あのクソ豚本当に空気が読めないにょん。今からクソまみれの儀式するんだからさ、邪魔しないでくれる？じゃあいつもの模様替えタイム。地下内装は狭いからあんまり物が置けないんですよね。まあこれもガーデンパイプでダマに引っ越すまでの我慢だ。またごっちゃごちゃしてますね。宝船に猫で小判とか、今の子絶対わからないもん。さやかさんが引っかかってるじゃねえかよ。じゃあそろそろ寝ようか。ちょっと恥ずかしいな。エロい。さあこれからラーメンマン対ブロッケンマンごっこを始めるにょん。この部屋で百戦百勝客やったら床が抜けるんじゃねえか。ちょっと恥ずかしいな。じゃあいつもの始めっか。あ、まあ、あ、おやすみなさい。じゃあ今回はこれぐらいかな。なんか今回一番ネタが寒かったにょん。それではまたお会いできる日を楽しみに。皆さんこんにちは。ゆっくりしていってね。